R2。 おお。うわ、怖っ、怖っ。ブラタモリに侵入されたぞ。ああ、なるほど、うまいなあ。ブラタモリが死にました。だからタモリクラブが正解した時点で彼は仕事終わった仕事終わったから帰ったんですね。仏壺いや、まあそれは好きなので。仏壺雑魚だったぜ今日のやつら。あなた仏壺に3万ルーン持ってかれとる。ああ、思い出させないで。だ、ギさん、ギさん、油断、油断がすごい。2万7000ですガーゴイルですね。英雄だよ。はい、英雄のガーゴイル。怖いけど。ちょい連続が過ぎる。満身ロース。右行った。運を上げる。もうダメかもしれん。行ったな。ダメかもしれん。危ないぜ。満身ロース。右行った。キモい。満身ロース、めっちゃ燃えたし。右行った。あー、やったかな。わーい。満身ロース。まあまあ、7000。7000ぐらいだと、まあまだ。うん、7000ですね。それ怖い、早い。早いね。早い。行くの。満身ロース。右行った。満身ロース。高かったね。嘘でしょ。あれだな、祝福あるな、ここに。違うおい、おぎさんじゃないか。おぎさん、一言だけ謝っとく。何、うん、今のはね、誘導した。おい、ね、優しいね、このゲームは。いやー、まあ、ショートカットはね、フロムさんのやっぱすごいと思うよ。ちょっとちょっとちょっとおぎさん呼べない。おばさん呼べない、うん、うわー、うんこだ。うんこじゃないよ、なめくじ。満身ロースト何今の満身満身ロースト編集してたら、うん、とあるシーンで、うん、おじさんが満身ローストって自分で歌ってるシーンがあって、うん、もうそれが気に入っちゃって。そっか、もう死ぬシーンに全部これ入れなきゃダメだなっていうのが今回のビジョンでした。すっごいテンション低かったね。そうねすっごいテンション低い。だから今入れたんじゃなくて、うん、そう、脇で言ってるわけじゃなくてね。じゃなくて、あんな、うん、あんな元気のない時があったんだねそう、アーカイブの中にあった一コマのところ音声だけちょっと、うん、満身ロスとか満身ロスとかそう、そう、うん、新たに撮り直したとかではないです。ないですね、うん、誰が喋ったって思ってびっくりしたもん一瞬ね、一瞬ね、一瞬ね、うん、うん、いや、はしごこうなってるのが、ね、僕が一番の思い出ですね。あれね、もう全段食らってったからね。ドワッツまだまだ素材はいっぱいあるんだけど、うん、2分ぐらいにやっぱまとめようと思うとね、なかなかね。いや、思い出が詰まってました。詰まってましたよね。早いもんで。タモリクラブとかね上手だったね。あれは上手だったよ。あのブラタモリさんは本当上手だったね。よくできたネタでしたよ。うん、ネタやった後そのままいなくなるっていうね。タモリさん、ブラタモリさんがコンボ置いてったんですね。そう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 、ブラね。タモリクラブ、タモリクラブ、ね、うん、一瞬気づかなかったからね、あれね。よく気づいてくれました ね。ありがとうございます。はい。いや、というわけで、もう11月2日。キャー、11月よ。ワンワンニャン。もう2週間ぶりのエルデンリング生放送でございます。そうでございます。小木津和之でございます。よろしくお願いします。いや、そして江戸さん。はい、江戸さんです。お、元気だ。そう、わかんないけど元気かもしれない。さすがさっきトイレ行ってきたばかりのことは。そんなことそれトイレ行くと元気になるんや。なんか嫌じゃんそれ。いやいや、軽くなったーっつって。あ、軽くなったね。軽くなったーっつってねはい、はい、エルデンリング生放送、先週ね、うん、ちょっとウルトラ怪獣モンスターファンをやった関係で2週間ぶりの放送となっております。オート行こうよ。はい、おオート行こう。オートに行こうって言ってたんだけど、うん、まあ
まあ、結論から言うと、うん、その、まあ、先週ねウルトラ怪獣やるっていうことで、うん、まあ、オート行きをわざとちょっとあ引き伸ばして、そうそう、今引き伸ばした、ね、引き伸ばして言い方悪いな引き伸ばしたんだけどっていうことにしたんだけど、うん、したらそのアルター高原に、うん、片腕を失った腐敗の女性、あ、そうだ、はい、ミニセント、ほんのり赤い人、そう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 、うん、あれのいなくなってたね、そういなくなって、一応まあヒントっていう意味でアルター高原にいますよ、うん、というところまでは一応お伝えしている状態だったので、そうだ、義手を渡さないと、そうそう、義手をね日陰城で見つけたので、せっかくだから、まあ、ミニセントイベント進めたいねみたいな感じなところで終わってたんですよ。そういえばそうだった。そうなのでアルター高原をこのまま観光に行くか、うん、それか、まあ、本当にオート行くんだったらオートに行く道はもうできてるから、いや、そう、あと、うん、私リハビリ中に、あ、はい、火を灯したら、はい、このゲーム、はい、誰かいました。あ、はい、いました、いきなりいました、誰か、いきなりいましたね、すっげえ初期に見たことのある人が一人いた。やっぱある程度そのどこの、うん、その祝福を開けてないと出てこない NPC というか、うん、そこなんかやっぱいるんですよ結構。なるほど、うん、なので、じゃあもう早く会いたい、ちょっとそこにも行きたいし、早く会いたい、なのでまあアルタ高原のなんかちょっとうろうろするでいいんじゃないかなと。わかりました、はい、じゃあよろしくお願いいたします。この番組は約2時間、はいはい2時間でお送りいたします。そして、注意事項でございます。はい、はい、今日もですね、というかエルデンリングの放送全部ですけども、うん、チア禁止となっていますので、うん、ツイッチのみ、チアが入る設定になっているので、はい、ニコニコと YouTube、3媒体で配信していますが、チア入れないでください、よろしくお願いいたします。チア禁です。はい、そしてですね、ネタバレとかカードの指示とかをやりすぎてしまうと大変なことになってしまうので、もしその辺のことを喋りたい方は NGC 公式ディスコードの放送用エルデンリングルーム、ネタバレルームに行っていただいて、みんなで楽しくお話をしてください、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ディスコードNGC ディスコード、はい、はい、というわけで行きましょう。ゲーム画面です。ドンドン、はいはい、この人がいました。出たよアルター高原いきなりこの人がひざまずいてました。さあ誰でしょう。これこのイベント進んでなかったんだね。さあ誰でしょう。うん、アジンのおはりこ、うん、ボックさんです。ボックさんでーす。マスターご主人様、おはりこのボックです。衣装の調整何なりとお申し付けください。うん、調整をするものは、うん、特にございません。それだけか。え、それだけ。もう行かれるって。どうか道中お気をつけて。終わりちゃうやろな。おはりこのボックです。ボック右目大丈夫？右目怪我してんね。ちょっとやっぱりあれなんだね。あ、戻った、うん、え、何もない。まぶた怪我してんのね。おい、何もないんかお前。おじさん、なんかこの間ここの祝福をさ開けたじゃん、うん、なんかこの祝福を開けないとこの子はここに来なかったっていうことなんですよね。だからなので、まあ移動したっていうことは何かしら、まあ僕のイベントなのかなんか進んでるのかもしれない。え、場所が変わったってイコール何かあると思ってもらっていいと思うので。ボックそう、なのでここで話をして何もないんだったら、うん、まあ、誰かが何かで、うん、ってこと。そう、何か条件があるのかなんか分かんないけど、うん、可能性の話ですね、うん、夜になってもいるのかな。あー、なるほどね。ロード挟んだらいなくなってる可能性もゼロじゃない。あれ、本当にいない。あ、来た、いた、いるわ。夜に話しかけたら違うこと言うとか。おー、ハルコンのボック、うん、ですね。なんも言わんわい。はい、どこにアイテムとか持ってなかったと思うから、うん、あ、おきさん、ツイッター、あ、ツイッチのコメントちょっと。ツイッチのコメント、うん、誰か可能性は獣、光のフロム、もうちょっと上の方、リンチされた時に、え、悲しい。あとは光のフロムのね、ちょっと下かな。可能性の獣の1個下。ボックボックドラえもんマイナス2点。ボックをボック殺しよう、縁起でもない、マイナス2点。はい、
全然ダメですね君たち。もう久しぶりのエルデンリングだからなまってるんじゃないかい君たち。ちょっと初のマイナスかもしれない。マイナス初ですよ、うん、初か。ちょっとこれはまずいですよ、うん、気づかないレベルでしたからね。うん、そうだよね、小木さんが気づかなかったもんね。あえて、うん、あえてスルーしたものを江戸さんがわざわざ読ませて、うん、お二人に火傷を負わせるという。可能性の獣まで読んでんのにその下までいかなかったもんね。いかなかったね。だから小木さんの防御防衛本能が読む価値なしと判断しました。そういうことですか。あ、僕はね、ボック好きよ。それいいですね。30、あー、なるほどね。僕はね、ボック好きよ。30ってあげる。いい。一応、うん、どうした。どうした。あのさ、なんだっけ、あそこなんだ、大正後期のところから、はい、風浪が見えたのは覚えてます。あー、うん、見えたかも。あそこもあるし。うわ、なんだあれ、なんかボコボコしてる穴ぼっこらです。あれ、ここ、なんだ、隕石落ちてきたとこかい。なんかいるね。おりゃー、もう一撃だった。働かせているな、貴様。確かに働かせてるね。待って、あ、危ない。よく、あ、ちょっとあった。まあまあ、でもちょっとですか。すごいな、硬くなったし。貴重なアイテムをご紹介。しかしその資格はない。資格あるだろ、それ。おお、すっげえ。あ、なんかいたな、こんな人。この隕石、隕石、え、俺ダメなの。排泄物を目指せ。排泄物。まあ、今日の動画は排泄物よ。そういえば地下に、うん、地下に、わしは地下に、オートの地下に、うん、足の体がうんたらかんたらみたいなこと言ってましたね、うんこの人が。その昔うんこの人が言ってた。また掘ってんな。オートの地下、この間でも行ったぜ。オートの地下じゃなかったっけ。それ、え、それどれのやつだろう。うんこの人。うん、この人って誰。え、大祝福にいる。ああ、ああ、ああ、大祝福にいる、うんこの人。クソ食いね。はいはいはい。なんでうんこの人じゃ分かんないの、クソ食い。何が分かんない。一緒だろう。違うか、分かんない。なんか塊の重力石、やっぱ隕石だな。俺の中でイコールにならなかったな、なぜか。うんことクソは別のもの。まあ言い方の問題ではあるけど、何回言わせまんねん。ドン。まだいるな。まだいますね。これでも別に倒さなくてもいいの。もう襲ってこないんだったら、まあ、わーい、おい、襲ってきた。危ない、危ない、危ない。君強そうじゃないか。なんかちょっと私の敵ではないかな。間違った。うわ、まあまあまあ、あなた強そうなのにどうしたの。まあ、レベル的にね。あそこの木はどうなんですかね。木さんのレベルが高いですね。もうここ、あそこ気になりますね。圧倒的強さですよ。何、なんか光ってる。あそこ怪しいんですよ。怪しいね。なんかモーゼみたいな人がいるね。あ、ここだ。ああ。明らかに怪しい。え、明らかに怪しいね。何回言うねん。明らかだね。うん、明らかだね。光ってるもんね。おい、君は。あ、ウサギじゃね。かわいいリス。光ってますし、なんかいますね。行ってこい。なんだと。よし、見に行かせる。様子見てこい。様子見てこい。様子見てこい。わっ、お、まがまがしい。あれ。ボスですね。降る星の獣。さあ、どこにいる。あのモヤモヤじゃないの。すっげえ嫌な音楽ですけど、うん、え、あの黒いとこでしょ。体力バーは出てますね。ね、うん、とりあえずこの人、まあ先になんかやっといた方がいいな。確かに。うわ、重力祭り。わー、お、え、どこでした。君どっから、君どっから。あ、誰かが死んだ。ザコが死んだね。ザコが引き殺された。呼び出したの。あ、ほら出てきた。あ、出てきましたね。こっから出てきた。うん、やっぱあのモヤモヤが
さて、うん、あさってさって、うわ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 、うわ暴れん坊ですね。暴れん坊し、暴れん坊し。あ惜しい。あ高いな。あどうだろう。ちょうどこっち来たから当たんじゃん。ムカデみたい。ムカデみたい。なんか牛なのか、そうムカデなのか、ハソリなのか、全部乗せ。ハサミムシなのか。危ない。どう？わからん。あんまり当たってない。ああ危ね。危ね危ね。来てる来てる来てる。この動き。うわ。この動き。危ない。うわー、ずるんじゃん。ウェイ。おー、よく乗った。怖っ。これは。ちょっと待って待って待って。うん。待って待って。待って待って。岩石なんだろう。まあ、安定なのは岩石なんかね。うぅ。重力を操るぞ、この。どこ下からドドーンがすごい。あ、もう打ち締め死んだ。はい。もうあと距離を取りつつ。なるほど。あ、ダウンした。行かない行かない。やべ、岩石ね、やっぱ強えな。安定だな。危ない。もう一回来る。うわあ、逆に避けてた。ほら、これは、これは。危ねえ、よくそれで避ける。無敵避けを使う。おい。はいはいはい、あと3回ぐらい。危ない来ないで、逃げて。あと1回。いや逃げる。これはでも終わったでしょ、さすがに。あいや当たんなかった。あいや一発だけ当たった。あぶね。えい、うん、やれ。すげえ慎重だな。やっぱもうない。もうないね。あ一応回復はある。もうだって、うん、ねえ何戦闘エリアまで行っちゃったらもう確実にやられるんだから、こいつだったら遠くから撃つ、ローレッタとか撃っちゃうんじゃない。いや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 、届かんでしょこれ。危ない、来ないで。すげえな。よし、やりました。こんなに慎重なオキスさん初めてかもしれない。めちゃめちゃ強かったよ、だって。まあ確かにすごいよ、すごい勢いだったよ。このレベルになってあんだけ食らったからね。めちゃめちゃ大の字でやられているな。んかくれんのか。密用インストール。あ、壊れた。適正レベルで来た時は多分相当強いですね。今のでも強かったぐらいだ。避けらんないもん。避けらんない。ああ排泄物。なんでずっと排泄物の話してんだ。なんだろうね。こいつってオキスさん初めてだっけ。はい、初めてか。セキロで同じような動きをする人には会いました。会いましたね。かわいいやつ、うん、宇宙のうんこ。どういうこと。宇宙のメテオがうんこってこと。何言ってんの。いやほら、空から降ってきたうんこみたいな。空の排泄物、うん、っていう意味かな、わかんねえ。あの、なんでみんなが排泄物って言ってるかが俺もちょっとわかんないから、ね、うん、そうだよね、うん、そう、超パワーファイターだから。これだけなのか。まあ、ここに関してはまあまあ。メテオ勢が怒ってる。メテオのことをうんこって言うなんて。私のこともう忘れたんじゃないでしょうね。そのメテオの話か。そのメテオがうんことは言ってないよ。うわー怖い。怖い。誰か走ってったぞ。あれ勢い、あそこで、あそこでやられました。行ってしまったんですね、今ね。行けたって思ったんだ。うん。終わりか、こっちが。いやでも洞窟あったからな。ああまあまあ、こっち側にもどっか洞窟入れるとこあるんじゃないかなと思ってるんだけどね。なるほどね。なるほどでしょ、うん、まあ、壁沿い
探すのは基本ではあるかな。さっきの獣はでも何を守ってたんだろう、うん、それも分からずじまいなんだよ。なんだろう、フロムさんにしか分からない気がする。いや何かしら。地図に載ってない？地図、うん、今あの獣出てきたのここなんですね。そうですね。で上さっきここに入って、洞窟の奥がまだあったと思ったんだけど、うん、ああなるほどね、こっち側かな、こっちから入ってこいってことかな。そこの上に一応鉱山マークはありますね。ねこれね、うん、それね、あと右下にも鉱山マークあるかな。えそこの右、あここまで行く、そこの可能性もある。遠いな。だいぶ遠いな。あれまあ普通にそっちの穴じゃない門の方に行ってみるかどうか。うわー強そうな人いる。あいらっしゃるね。反対側からジャンプすればいけるかな。怖い。あ二人もいる。あ二人いるね。これはまずいぞ。俺は大丈夫でしょ。俺はさっきのうんこの獣と戦っていっぱいいっぱいです。うんこの獣じゃないっつってんのに。えメテオの獣と。ひどい。いや大丈夫じゃない小木さんだったら。今の小木さんまた召喚できるぞ。呼んどこか。あ消えた、呼べなくなった。あ本当だ、場所だね。場所で呼べないからね。で、うん、ちょっと届かんかな。なるほど、あそこからだったらうまくやれば。風が強いぜ。風が強く吹いている。懐かしい、うん、そろそろ駅伝の季節ですね。ですね。どうしようかな。これ、まあ、最悪うんこの獣の方に逃げることはできるから。うん、それにしてもね、うん、砕け散る結晶、滅びの流星。滅びの流星の方が強いかもね。全然じゃん。ツリーガードでした。は？本当だ。覚えてらっしゃれる？すげえ最初の。うん、あれですね。だ今の大きさだとツリーガードの余裕じゃない？この人。え？登れないんだよ。登れないんだよ。うん。うわ、ダッサ。ひでえな。登れないって考えたら、まあ FP さえやらなんとかなんのかなみたいな。バーキリね。はい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 。うわこれはひどい。これはひどいぞ。来いほら。ほら来いよ。来い来い。これはひどいぞ。来い来い来い。あ2匹目。来いほら。何がひどいか。これはあでもダメージはさすがにでかいから。うわーここ怖っ。危な。怖っ。ダメージはでかかったな。強いじゃん。とはいえだね。馬に乗りたいな。策略だね。馬に乗りたい。馬に乗りたい。うん。馬からなら届くんだな。これで。これで。これでもね、多分柵に当たっちゃうんじゃない。残念。うん、まあ、キリかなって。あー、変なとこに回ったね。え、ちょうどじゃない。 あそこに回ったよ、頭。あ、ずれてる。うん。あー、はい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 、はい、どうどこ、あ、いやどう。うわ、危ない危ない。ほいほいほい。ちょっと、あー、まあ。ほい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 。なんか、別のゲームですね、これ。別のゲームですね。いや、でも、魔術剣士としての戦い方としては、決して間違いではないからね。ほいほい。あそこにうまく誘導できれば。誘導するのが、遊びになってます、ね、うん。そうですね。ただ誘導ゲームが持たないんじゃない。降りてこい、卑怯だぞ。 B 持たないね。 B がちょっと怖いですね。もうない、うん、
行くしかないな。1個しかないね。だから的確にいいとこに当てないと置かないと、まあ、言うて半分ではあるけどね。あ、これは。ああ。行っちゃうって。うわ、飛んだ。うわ、飛んだ。やべ、挟かった。あ、ジャンプジャンプ。危ねえ。え、来てるな。あ、どこに？お、そっち行っちゃった。そっち行っちゃった。さよなら。あれどこ行った？あれどこ行った？さよなら。お、木を見つけたぞ。あれ？さよなら。さよならした。戦わなくていいんでしょ。つまり。まあ、うん、見つけてた祝福だなこれ。あのね、上から来たんですよここに大木さんは。外角。うん。北側からここに来たから。北側。まあ、前も駆け抜けた。なんだろう、通常って言い方すると分かんないけど、あそこの今のところ？わあ、オートだーって言ったところじゃんここ。そう。そう今のそう、そっちが大木さんが見てる方から来たんですよ大木さんは。はあ。そう。駆け降りて。駆け降りて。はあ。普通の人は多分その正面の方から。ツリーガードとかのとこから来るはずなんだけど、さっきのそうオートだ。まあじゃあもうアルター高原終わっちゃったじゃん。終わってないな。いやいやいや、ここだってオート外角なわけでしょ。そうですね。じゃあアルター高原じゃないじゃんね。あ、いや、アルター高原のオート外角だから、アルター高原東京都千代田区みたいなもんです。なんで動く。戦って、あれ、また挟がる気か、挟ぐ気か。あ、来た。あ、でも一匹だけだったら、もう怠慢で倒せんじゃねえかレベルじゃない。いや。この魔法剣士強っ。ほらほら、立てない。だいぶ翻弄されてんの。釣りがスタミナがない。一撃がでかい。え、こんなもんじゃない。通常ここ来た時は結構苦労するけどね。多分いやいや最初のところにいた釣りガードより、うん、単純に強化交代なので。うお、縦バッシュ。あ、いて縦いて。縦か横かと言われたら縦が。あぶね。うわ、空中で当てていく。うい、死ぬな、これは。イメージはさすがにでかいな。お、おきさんがうまーるに攻撃を覚えた。あー、逃げられた。逃げちゃった。まあでも、体力は減ったままだから。縦社会、ドクター博士、40点。40点、えい、素晴らしい。おー、強攻撃痩せていく。おー、倒した。1匹目、素晴らしい。余裕でした。いくらもらえんだろう。アイテムないじゃん。アイテムくれない。アイテムくれなかった。まあもう1匹いるか。もう1匹倒していいんじゃないですか。行ってこい。共に参ろうぞ。今それね、経験値もらえなかったもん、ね、これをツリーガードだよね。ん、違う。あ、違うか。あ、いや、あ、こいつです、こいつです。セットで倒さないと、ここはルーンとか相手もらえないのか。おい、R2攻撃覚えたからもう。いやいや、覚えてはいるんですよ。使いこなしてなかっただけです。全然ダメージでかいね。でかい。で、それって、まあ、置いちゃったけど。あれでしょ、いいところで話せばいいんでしょ、走ってくる。そうそうそう、覚えてるよ。あとその、溜めてる間にも当たり判定あるから、2回ダメージやったらね。いいよ。もう圧倒的じゃないか、我が軍は。 OK! Enemy fail! 1万ぐらいはもらえんじゃない。あ、2万もらった。レベル上がるぞ。お、黄金樹の大盾。お、最強で、もう英雄のルーンも。うん、君たちは英雄だったのか。まあ言うてオート守ってるツリーガードですからね。かっけーじゃん。ツリーガードだからね。トリガー体重を守ってるガードですよ。
王都の本当でかい大城を守ってんだな、うん、あ、ここ、そうそう長がいる、あ、長いた、まだ来てないのか、え、そっちはあれじゃない、なんで、あの、長江市の方だよ、そうだよね、うん、こっちはもういいか、一応ここのルート的なことを言うとそうかな、オブリガード、南側って意味ではそこら辺あったでしょ、 あと左下の風呂か、あ、そう、これだ、そこね、うん、そこはまだ行ってない、いいよ、バリスタにやられないかって心配なんです、もう別に飛んでもいいんだけどね、うわ、それ、あ、それ死んだんじゃない、あぶね、死なないよ、なんで言える余裕、今まで散々死んできた男が、そんなことないなんという、びっくりしたわ今、あ、大弓持ってっか、気をつけたわ今、縦バッシュ、バッシュ、お、強そうじゃん君、君強そうじゃないか、お、でもわっ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 先に殴られると、あ、倒した、もう一人まだいるね、大弓は、ういういういなんだこれ、強い、もう、もう58000、早っ、もうレベル上がるぞ、レベル上がるんじゃない、もうレベル上がるぞ、うん、英雄のルーン、英雄のルーンも手に入れて、おい、あ、いたね、君、こいつなんか持ってるやつかな、おいおい待て、ギリギリ間に合うか、あー間に合った、危な、よし、持ってるやつはない、瓶回復、瓶回復でだいぶ嬉しいよ、そっか確かに、これは無理か、お馬さん、まあその馬乗ったわいいね、怖っ怖っ、この隙間は、その隙間は行かないほうがいいんじゃない、挟がっちゃうかなまあ大丈夫だとは思うけどね、こんだけなんかもう言うてが発売してから全部立ってるし、下がりそう、うん、怖い、いるね、正面から来るとこいつらと正面から打ち合わなきゃいけないから結構大変なんですよね、バイン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 、フォルゴレ、危ね危ね危ね、おい、危ねえ、あ、気づいてないあの人、ほんとだ、後ろでこんなにザワザワしてる、と背中に感動、お、ヨーデイルヘイの兜、ヨーデイルローデイル、うん、あ、ローデイル、うん、一撃なのがでかいね。ね、嬉しいね、うん。やっぱ一撃で倒せるって強いな。キラキラ言ってるな。やっぱ言ってるよ、ね。うん。この左右の層、そっちのどっちかじゃねえか。やらせてくれ。うん、一丁。あれだ。ああ、これはどうだ。赤い。俺の方、切った後止まって撃てばいいのか、無理無理、なんでだよ無理だなんで止まれない、危ない危ないバリスタ、まあ、まあこ下にいりゃバリスタ撃ってないでしょ、あ、いた人、いたいた、バリスタがあるだけじゃなく人もいた、バリスタは人が撃ってますからね、そりゃそうだな、うん、あれあいつどこ行った、下に落ちた、あ、いや、いるか、あ、いや、いねえな、あ、追っかけていないじゃん、これおきさん追っかけて多分下行ったの、いないじゃん、尻とかどういうことだ、これね、撃てないんですよね、自分で壊すことはできるけど意外に硬いけど、おお、壊れた、うん、これで安心、いや、まあそうね、あっちにもあるんだよね、あっちにも あれは人いるの、あっ、キラキラあるじゃん、キラキラそっちにあるねあれはさすがに壊しても治る、嘘、え、治るの、あ、え、祝福で休憩したらかな、祝福でってことね、いた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 、はっ、ういどうした、うん、青だからな、違って違うというか何もなかったね、テグデン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 、
これで尻を狙えっていう意味で尻って書いてたのか。あーなるほどね。納得じゃん。なるほど、納得ではあるわ。よいしょ。で、トロも風呂行く回だね。ちょっと風呂へろ。風呂へろ。風呂へろ。うん。お、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 キャンプ。うん。アイテム。充血。なんでこんなところに商人、この人、あ、この人がクマにやられたかいかもしれないね。商人がいた名残なのかもみたいな。雨降ってきた。なんで雨降るんや。急に雨降ってきたね。うわコウモリ人なんつったコウモリ人。コウモリ人って何。コウモリ人がいる。コウモリ人なの人みたいなやつだから。あ、まあ一応なんかそうか。ほらコウモリに。今コウモリに。うわあなんか。おー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 。落ちてくるね。貴様。うん。アシナ城の屋根にいなかったか。アシナ城の屋根す嫌だったな。そんな感じ。あ、地面を動くんだな。もうお正月だよスペシャルでおきさんに最初から赤色やってもらうってやってみたい。いやいや。エルデンリング全部忘れちゃうよ操作方法一個も当たんねよし、もう一人。いや俺も今セキロやったら大丈夫大丈夫やれるよ。変だろうな。ヨンさんやりなよ。なんでやらそうとすんの。久しぶりに やりたいとは思うけど。やりたいと思うんだったらやったらいいじゃん。あー二人いる。二人いるね。まあでも重力なのじゃいいんじゃないの。そんな重力弾もう外してないかい。いや重力弾、あ、ごめん、岩石弾だ。もうなんか空の敵にはもうそれでいいんじゃないかみたいな。うわ、はい、余裕でした。なんかこの紫色のやつは基本的にはその重力魔法だと思うから落としてくれる。うん。これなんでこんなに虫が、ね、あいつらが買ってたんだ。あいつらが買ったかもしれない、うん、まあそうだよね。だいぶ遠いな。セキロスペシャルやるんだったら普通にエルデンリングスペシャルやってよっていう。そうだね、うん、お正月だからそうそうそう、ね、ん、なんかがさあこっちから行けるのか。おあそこだ。これ行けんだっけな。あ、拝んでる。拝んでるね。誰君。拝み人。いや、え？それは切ればいいんじゃない？さすが。え、こいつ藤壺か？おー、悲しみに暮れてたんだ。あまりにも仲間が急に倒れたのを見て。夫婦でした。そういうこと？この木、すっごい揺れてんだが。揺れてる。怖っ。うん。うわ、怖っ。あれ？ん？トリゲみたいになってますけど。これなんかそうだね、集落っていうか。しかも呼べますけど。呼べるね。なぜかこんなところで。入って。うわ！斧持ってる。お、斧もあります。なんかあるギリギリ届くか届かないか。届かない。おぉ！そっか。すげえ、映し見、俺の映し見。今宇都宮トープス使ったけど、わっ強え。かっこええ。超打ってるな。もうあれ倒したら大丈夫だろ。あいつがこの辺のやつ全部倒したのか。あ、なんかバーサーカー的な感じかもね。石鹸の鍵。石鹸だ。流星やっぱ強いんだよね。さっきお客さんあれだな、流星じゃない方使ってたな。そうそう。だよね。うん。タッチはやっぱそんな強くないんだね。外そう。ガンみたいな。外そう。じゃあこれだけど、これやっぱりだね、こっちからじゃいけないかもね。下おい、うん、そんなバカな。このここでも下でしょ、アーチになってるでしょ。そんなバカな。うわー、あーあー、エレベーターできたところ。あれです、あれです。だから右手側から、ま、ぐるっと回ってこなきゃいけないんじゃない。本当に言ってる。ほら、そう、そこのさ、今自分がいるとこさ、うん、崖の上だから、その北側のに谷底みたいなのがあるじゃん。来た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 。左谷底。あ、これ、そこそこそこ、あ、違う違う違う、そこまで行かない。これじゃない。
そこからもう右これそあこれそうそうそういうことそういうことあこれ抜けてこいと穴をそういうことそういうことそういうことあそういうこと多分上から俺ちょっと言った覚えないわかんないけどもっと流星人間ゾーンで急にここが、この辺かあれこの辺だああそうその下だよねその下行けるのかおなんかちょっと下ってってるなんかいる猿なんでそれで使うおあーでも下にあれがあるな吠えてるなうんキャーっつったあいた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 よしおえあーなんかこの下来たかあそこは行ってないかもね猿ばかりじゃん、うん、あ今あっ気のせいなんかいたかい左になんか一瞬なんか見えた猿来てないねそういえばミリセントを探してるんだっけそうだよ、まあ、ミリセントを探しているアルター高原を回りましょうなのでまあそれも別にいいんだよお、砦じゃんあ、でも来たのかこの砦って来てるルクス廃墟あルクス廃墟の見つかったギリギリ見つかってるか見つかってないか見つかってるこっち見てるほら来た来た来たほら来たなんだなんだみたいな感じですねうんこの下行こうかちょっとずつ来てるねもう祝福入っちゃえば割と大丈夫やんほーわーわーわーこの廃墟ってお客さん探索したのかなあでもアイテムあるのあーあるってことは入ってないな多分怖くて逃げただけ多分ねあのねアルタ高原割とねガンガン素通りしちゃったから駆け抜けただけかうん近くああったじゃんあったじゃんあったじゃんああれボスの霧じゃないああああああっかまあまあこのレベルだったら多分大事だと思うけどね7個あるしうん、あの中あるね FP もあるしわあ怖いなんか光ってんなアジンの女王ギリか女王来たよいやいやおばあちゃん、うん、怖い怖い怖いああ流星あ流星じゃないよショットガンだだがしかし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 魔力がだがしかしまあまあまあ、アジンの女王の話もなんか誰かしてなかったなんかすげえ溶岩弾撃ってるやつがいるえ私です私の分身ですギリカ倒した圧倒的だなおまあ奥にいつも通り宝箱あるんじゃないもはや奥がどこだか全然これ開くああそれそれそれ開けオープンドア開けオープンドア開けドアってことですよ、うん開け扉かお冒頭の剣のタリスマンこれなんだっけ見てみようタリスマンなの分かるけどタリスマン書いてあるんだからタリスマンだだねなんだっけ冒頭だその下かそれだこれだ最大 HP 最大の時攻撃力を高めるぞいああなるほどねはい黄金寺に捧げられた戦いの儀式の剣を模したタリスマン、うん、うんうんうん王廃ラダゴンの時代冒頭は廃れてしまった各地に残る闘技場はその名残である風浪の話闘技場ってさ風浪のどれ風浪は風浪って言うんじゃないのかな各地に残るんだあれかななんか入れないさ円形のさ建物があんのよ確かにあれかな違う分からん体勢上昇タリスマンがいらんのかああそうだ、おきさん真ん中のタリスマンがね、なんか体勢つけてたな。なんだっけ、何体勢つけたんでしょうか。この辺体勢攻撃してこないのか、うん、ああ、免疫とかそっか。あれか、腐れの
あれの時につけてたのか。何ビビってんだ。ジョーを倒したじゃん。あ、ジョーを倒してビビってんの。あれ、お客さんで前やんなかったっけ。何が、あの森、とある森、森ビビってんのか、多い、うん、怖がらなくていいんだよ、後ろから倒してあげる。ひどいね見なければ怖くないから。虐殺だもんね。砦であったね、そういえば。あったでしょ。味に乗っ取られたな。そうそう、なんか女王がいなくなったんで、友達になれると思ったのにってやつな。どうして友達になれると思ったの。味いんだから、ね、終わりかじゃ。そうだね。でもキラキラ言ってんのよね。え、キラキラ言ってる、うん、あ、ほんとだ、言ってんの。どこだ。まあ、ど、なんか、そう、前後左右どっちか。あ、いた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 。これは当たりだ。あ、消えた。あ、消え。でもいるな。消えるやつなのか。どっかにいる？落としてる？あれ？光ってんのまだ。早いだけ？あれでもあそこにいるんじゃない？帰ってくる。あ、いや、あ、じゃあプロロするしかないかも。いやいや。それとも逃げるタイプか、どっちかだね。どっかにいるんでしょ。あ、でも祝福があるな。お、黄金の木がある。そして、うん、黄金、黄金の木？うん。うん、ワープスカラベかい。待ってりゃ戻ってこない。戻ってはこない。おい、びっくりした。すげえびっくりしたわ。勇気あるな君。確かに。この子たちはビビって逃げているな。下にもいい。下に。あ、アイテムあるの。あれ？で、おきさんを通したやつじゃねえの。あ、違うか。あれ？ああ、まだ生きてるやつだから。生きてらぁ。降りたいなぁ。あれ、死ぬかい？いや、馬だったら大丈夫やな。あ、馬じゃなくてもいけるか。人でもいける。人でもいける。じゃあ、あの、とりあえず。一回、そうね。灯ってみる。灯ってみる。灯ってみる。うん。よし、行ってみよう。チュチュチュ。チュチュチュ。どうだ？広いなぁ。まあ、アルタ高原は広いね。おい、いや、これはもう取ったのかな。もう取ってますね、多分ね、うん、なんでわかんの。あ、取ってますね。なんでわかんの。だってキラキラしてなかったじゃん明るいのに。そこで、うん、いた人たち。ああ、そうね。ああ、あれか、遺跡発掘隊の人たちですね。もうアイテム1個落ちてたでしょ。そのね、多分左の崖沿いの左側というか、そうそう、あの崖の下ぐらいじゃない。ん、 そこ行って右側っていう、そう、正面いた。あそこ、そこ高麗の星木も。なるほど。お、怪しいな。いや、死ぬだろう。だから、危ない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 。馬はね、連続で食らうとね。どうした。お、ああ、なんか全然祝福に行こうとしない。一回入った方がいいと思うけどね。死んじゃうかな。あ、なんか分かんない。死んじゃしないと思う。よいしょ。とりあえず、うん、祝福に入る。とりあえず今夜はジンギスカンよ。そう、7万あるからね。いつの間に。なんだかんだできた。ツリーガードも倒したからさ。あ、そっか。うん、上げていこう。上げていく、上げていく。やべ、だいぶ知力高くなったね。賢いんだよ俺。うん、賢すぎるぐらい賢いんだ。北側行って、とりあえず風呂行くかい。じゃあ、ああ、それでもいいし。北側、うん、こっちってこと。ここ抜けてきたんじゃない。あ、そういうことか。あ、
壁際とかがまた何かあるかな。壁際、壁際に寝返り打って。あ、怖えな。行くなら上から行こうぜ。探索するなって意味でね。うん。ふんふん。いきなり下に行っちゃうとね。お、人がいるじゃん。お、人がいるじゃん。これは。これは赤い人だ。君を探していたんだよ。全然忘れてたでしょ。君ほら、おい、全然忘れてたでしょ。君のために持ってきたよ。あれを、あれを、あれを、うん、あ、いや、ね、渡すとかじゃないね。話せばいいんじゃない。見たい、改めて、うん、石腕の戦乙女が用いたという黄金の義手を今切りつけるかと思った。俺持ってきたよ。日陰の城主マレーマレーはこれを抱き、うん、彼だけの女神を感じていたんだ。うん、分かったか。鍛錬と才能さえあれば本物の腕のように使えるぞ。ああ、We meet again. そうだよ。In truth, it's been smooth sailing for me. 私の方は問題ない。 The Scarlet Rot あれからずっと赤い腐敗はうごめいていないよ。 As such, おかげでこうして旅を続けられている。真っ赤だけどな。 Though rather vexingly, 歯がゆいのか。もし私がこの右腕を切り落としていなければ、うん、剣で君の助けになれたもの。じゃあ戦乙女の義手あげるから一緒に戦ってくれるかい。うん、お、君この義手は私に譲ってくれるというか。Thank you. 感謝する。I am in your debt. 君には世話になるばかりだ。I think, だがもしこの義手が私に扱えるのなら、また剣を振るえるかもしれない。お、やったじゃん。やったじゃん。If the arms, it might be possible. 使いこなしてくれ。うん。これはプロロしてみるかい。したら腕装備するかもね。いないんじゃない。あ、いない可能性あるな。そもそも111時間も遊んでる。150時間ぐらい行くんじゃない。MGC 小木さん出演の中で多分一番長く遊ぶタイトルじゃないかな。そう、うん、そんなに遊んだのか。いや、結構やってるよ。だってクリアだな。オープニングでさ、ちょっとさ、うろうろしてるだけでさ、気づいたら30分経ってるじゃん、うん、このゲーム。確かに、うん、確かに圧倒的だもん。200時間行くんじゃチャレンジ怖っ。怖いね。いるよ。あ、いた。あれ、装備はしてないのか。してない、うん、同じことを言ってる。ああ、本当だ。じゃあこれは終わり。これはじゃああれだね。お、あ、あそこにアッチジャー像が、アッチジャー像があるね。アッチジャー像がある。アッチジャー像ってすごいね。ピュイ、ちちゃー。お、今 NGC の、ああ、メッセージが。この先、ババアがあるぞ。だから、この先のババアに注意しよう。まあ、あいつだよね。あっちじゃやつだよね。お、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 ん？え？お？なんか、獣の瞳震えてんだけど。震えてるね。あ、ティビアの呼び船来た。何それ。ティビアの呼び船です。うわー、ゲッター。ビーム。余裕で避けます。思ったより遅かった。余裕でゲッタービーム命中率低すぎ。おい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 、必中使え。せめて集中使え。あいつ、おいおいおい、うん、必中使わねえと。見失ったんだぞ。見失ったぞよ。見失ったぞよ。うわあ、うーい、下からどうぞ。これ切れんの。いや、切れます。あた、減ってない。物体ではある。あ、誰、なんか減ってんな。うん、なんか減ってる。なんか減ったのはもしかしたら馬だったかなと思ってる。嘘。探すのが大変そう。うわ、下からすぐ来る。まあまあ。まあ、でもいたいたいた。君。全然当たってない。全然当たってない。ただそいつ、これ生き返るやつ。ドクロマンだから、そうですね。ドクロマン。人骨。あれだ、あれ。お、いた。君。君だろ。おい、あーでもあった。やだ。あー、何だ。おいおいおい、すげえ波乗りサマーパラダイスですね。ド派手な。はい、ウハウハザブーン、やばい。えー、うん、
びっくりした。びっくりした。強いね。びっくりした。どこ、あれどこだ。まあほら、死んだあれに行けば。死んだのどこだ。北側に行ってて、多分左の湖だと思う。左の湖。うん。水が。あ、これだ。そう、その辺、あそこじゃなくて、そこの左かな。これ、ここにでもルーンがあるから。あそこにルーンがあるのか、うん、あ、じゃあそこなのか。全然わからん。このまっすぐのとこ。こっちから登れるのか。登れないんじゃない。登れないね。めあ、いるじゃん、ここに。ここにいるじゃん、近っ。あ、すぐのとこにいましたね、うん。なんでこんな近いとこいたの。こんな近いとこにいたの。へえ。でもあれさ、パッと見気づかないから怖いよね、赤い人。うん。もうちょっと祝福の近くにいておくれと思ったよ俺は。さて、うん、どこだ。こいつは無視して、うん、とりあえず確保したいね。2万いくつあるから。ああ、呼んでおくってまずい。いいですね。あった、うぃー、ドクロマン。あったあった。はいはい、はい、1万7千。まあまあ、でもあと船だな。いで船どこ行くか。船を探せ。船さんやーい。でも船だから湖のどっかにそうで分かる。あれいねえな。広いな。うん、どこ行った。回り込む。あれ違う。あれ普通にいねえな。あ、でもなんか戦ってる。広いな。戦ってるっぽいけど、どこか。うん、あー、いた。あれか。いたいたいた。おお、壁が壊れたぞ。ボバーって吹っ飛んで。おお、あー、やっと映し身が殴ってくれた。なるほど、馬ジャンプ攻撃ってそういえばあったの。あるんですよ。全然使ったことなかったな。ジャンプ攻撃してるときはもう馬降りてたの。あれ何するの。なんかやろうとしてる。怖い怖い。なんだ、何やったんだ。地味。あ、月光剣。殴んねえのかあいつよ。ディジューリーチ。はい、ここに呼んだ。月光剣。ディジューリーチ。うわ、これ怖いやつ。それさっき使ったやつ。うわ、波乗りパラダイス。こいでるね。こいでるね。あと笛吹いてるね。笛？ディジューリボル。ディジューリっていうの。ディジューリブっていう。うちしみ頑張れ。うちしみ。ああ、消えちゃった。消えちゃった。どっか行ったな。ボーイ。うちしみがでもそろそろやられそうだね。いや、全然体力あるよ。雑魚の人とかみたい。あれどこだ。こっち側にいる。敵多いな。みんな召喚してんだろうね。いねえな。あ、いた。あ、やった。あ、うえ、違う。わあ。一応ザコなんか巻き込んで死んでんだ。ありがたい。あ、走り回って寄ってきたぞ。あー、なるほど。あれ、あそこじゃない。あの正面。あ、違うザコだ。あれ、違うザコだ。復活するザコだ。あ、左にいたかも。あれ、いない。いないじゃないか。馬乗ってるとそっか、酔うのか。ぐるぐる回るかも。ぐるぐる、うん。あんな丘の上にいるじゃんか。ずる。あいつひでえな。ずるっこだ。あいつひでえな。上にいんのか。船じゃねえのかよ。そっち行っちゃうと多分登れるか。行けるか。あ、いや、あ、別のゾーン行っちゃうか。なんか別のゾーンに行っちゃう。あ、でもそっちから登れんのか。おおおおお、あ、登った登った。わお、登った。いた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 。
これ見つかってんぞ。もう、あの、今降りた方がいいんじゃないか。戦うとき。いやいやいや。いや、酔うならっていう意味だよ。それで、あれでしょ、やられようと思うんでしょ。そんなことはないよ。普通にエンチャントできるし、いいのかなと思って。ういぇい。大丈夫大丈夫。来た。波のパラダイスさえ食わなければ。攻めてきたじゃん。波鳴りだ。あ、でもおい、やったよいしょ。これで、これで、これで他の雑魚は消えない。消えない。あ、死の根ゲット。死の根出ましたね。ディビアの呼び声もゲット。はい。え、おい、消えない。お、君、誰。君は雑魚かい。これ雑魚だね。ほ、ない、ない、もう、くんな、くんなーい。ごめん、落っことしちゃった。ナイト、ナイト骨雑魚。迷子です。ウィンダム。ウィンダムの廃墟は、今のが初めてだから、地下への道がどっかにあるはある。ウィンダム。あれ、ウィンダムの、あ、うん、そうか。初めてか。メイクラスウィンダム。そっか。ゲルミア火山です、ここ。ここ、沖さん、覚えてないか。ここ来たことあるんですよ。なんで？マップ見てみ。おう。うん。人さらいの乙女人形。うん。はあ。覚えてない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 。あ、ワープするとこ？ワープするとこ。捕まってワープしちゃうとこ。そう、火山間にさ、捕まってさ、溶岩地帯抜けてさ、うん、ここから降りてきたんですよ。ああ。うん。で、まっすぐ。で、駆け抜けていったのか。まっすぐ行かないで、その下行って、左側に向かってったんですよ、沖さん。あの隙間？そう。行けば多分覚えてる、多分。死ぬんじゃん、でも。死にはしないかな。まあ別に祝福に飛んでもいいけどね。どれどれ、うん、いや、結構食らったな。死にそうじゃん、ほら。いや、死にそうじゃんわ、今。食らったけどさ。でも行ったら覚えてるんじゃないかな。覚えてんじゃん。うん。覚えてない？覚えてない。覚えてないか。もう駆け抜けてたから覚えてないか。怖っ。ほら、あそこにあれあるけど、取ってあるはずです。怖っ。うん。そうそう。取ってあるでしょ。ない。そう。やっぱね、ここ来てるんですよ。覚えてないな。111時間もやってるとね。まあね。で、多分そこの目の前が、そう、洞窟があって、そう、そこ入ってたんですよ。覚えてないか。来たような気もするわな。よいしょ。やばい。ちょっと休んでもいいのよ。休もう。うん。大人がいるよ。敵です。なんだよ。敵かよ。いや、そこの中入れば祝福はあるから。暗闇をちょっとあれ全く見えないね。ね、全く見えない。さすがにせめてあのエンチャントした方がいいんじゃない。何も見えない。はい、祝福、うん、はあ、休憩します。はい、一回じゃあなんかマップ見て、うん、ちょっと次の目的地を見ましょうみたいな。え、一応でもミリセントにはあったんですよね。あった。うん、ミリセント的にはイベントがここで1個進んだねっていう感じですね。うん、あの義手を渡すことができたので。そうだよね。うん、ただまだ行ってないとこっていう意味でやっぱたくさんあるので。あれ、馬で酔ったよ俺は。馬で酔っている。馬ぐるぐるしちゃうとね。そのさ、空白地帯がある。そうそうそう、そのなんていうの、ここの辺、ここ、あ、まあ、そこもそうだし、その中央、ババア石像の先向いてない。うん、うん。ここのこと言ってる？中央で北側バーって回ってったけど、明らかに祝福がありそうな場所とかを寄ってないかなみたいなイメージなんですよね。この辺。そこかもしれないし、もっと北とかね。これ、これ。うん、ここ。うん。あとこの辺。その辺もそうだよね。でその風車地帯もそうだし。黄金、そうだ、仮面。そう、黄金鏡もまだいるよね。黄金鏡どうにかした、うん、
あ、その下も一応行ってないか。そこらへん、うん、広い。まあちょっと広いね。広すぎる。うん、南の方はね意外にやったかなってイメージだったけど、ああ風呂は結局行けてないけど。そうだよ。うん、風呂はでも、風呂はでもちょっといいものがあるぐらいじゃない。まあ大体だい、まあうん、とりあえず風呂行ってみっか。こっちから行けないんだ。そう、その左、そこから多分行けるんじゃないか。行ける？大丈夫？何が？酔ってるって言った。うん。いや酔ってるって言ったからあれかなと思って。お、休ませてくれるのかい。まあ多少休憩一回取っても全然。じゃあちょっと休憩一回取ろうか。うん、うん、はい、ちょっと暑さにやられているよ。はい、じゃあすいません10分ぐらい休憩を入れましょう。はい、はい、ちょっとね酔っちゃうとさすがになんでね。うい、うん、すまんですね、はい、いやいやいや、もう馬乗りになりすぎてしまったようです。バカラバカ。馬ロックオンしてぐるぐる回るとね、どうしてもね。はい、はい、じゃあ、15分ぐらいから、再開いたします。休憩。はい、
活。番組変わった？あれ？復活。あれギター、あれギターの番組に変わった？いやー、もうノリノリよ。ノリノリよっちゃんいかでいきたいと思いますね。おう。わかったぜ。無理しないでね。復活しました。うまい。まあちょっと、騎馬戦をちょっと抑えた方がいいかんだよね。そうします。もしかしたらね。そうします。うん。はい。さあ。まあ今日はなんか早めに終わりましょうね。まあそれはそう。うん。はい。そんな早めなんか終われる気がしないぜ。ああ、見やすい。モニターも見やすい。よしよしよし。というわけで、ね、うん。というわけで、復活して、ここ抜けて、とりあえず風呂行くか。はい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 。そうしましょう。うん、え、うん、うん。どっち向いてんのこれ。正面でいい。これでいい。うん、正面。明らかにそう下ってるから、下って、右手沿いに、多分行けると思うんですよ。君たちのことは無視するぞ。そして俺は結局、馬に乗っているな。まあ、騎馬戦をしなければいいだけなので、移動は別にいいんだよ。置いてもらうでしょ。相手もある。どうした？君どうした？ああ！罠でーす！嘘、どっから撃ってきた？上から多分なんか爆裂ボルト。うわうわうわ怖っ。それもう、おじさんが今行ってる。うわ怖っ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 。もう今撃ってきたね正面。うん。もうそっち抜けちゃっていいよ。うん。うわいちょ。馬。馬に乗せてくれ。爆裂ボルト。はい。そっちそっち。S 側に向かっちゃって。うん。南ね。そう。ああ、オッケー。これで多分いけると思う。もう。これだ。この穴だ。はい。オッケー、バッチリじゃ。これで、風呂にたどり着けるんではなかろうか。なんか、前、この辺まで来なかったかい？ああ、どうだっけなぁ。怖ーって。もう触るな。えそいつらに触らんでいい。もう触らんでいい。もう抜けていってしまえ。こっち北だ。南。うん。もうまた馬ぐるぐるしちゃうから。なるほど。うん。移動メインで。そう。戦うんだったらもう馬降りていただいて。OK、出た。OK、よし。重力弾。特に誰も。あ、風呂、これあれだな。石必要なやつだな。石剣、石剣が。うん。さっき拾ったんじゃん。あ、確かに。ちょうどや。うん。シャクトリムシが。シャクトリイワムシが。黄金の一族の風呂。おぉ。誰よ、黄金の一族。行ってみましょう。怖いな。回復しとこう。そうだね。もうそっちの方がいかんない。風呂入る。風呂だからね。風呂。できればサウナとか行きたいよね。整う。いないよ。前に行くと多分出てきます、ね。あの紫のとこだ。うん。さあ、何ができるのか。うわ、キモ。スギギのゴドフロア。え、ゴドリックシリーズ。ゴドリックシリーズ完成していたの。ゴドフロア。おい技、はい、見切られてるぞ。あ、でも今です。ナイス。おい、はいはい、もう半分いった。あんた前いたよね。刺激のゴドフロアいたよね、この人。最初の頃に避ける。よいしょ、避ける。行っていく。立って当たりながらも切っていく。あ、壁かい、これ。壁です。あ、いや、ビビりたい。壁じゃない。攻めた方がいいな。よいしょ、避ける。おい、うわ、動き雑だよ君。僕に言われるぐらい雑だよ君。まあ、こいつはでも、うわぁ、ね、来てんな。来てるね。でも大丈夫。見切ったから。終わった。見切りです。もう今のオキスさんにとってはゴドリックシリーズな。ゴッドフレイの肖像。ほう、
これはすごいのでは？タリスメンですね。これはすごいのでは？これはいいタリスメンもらったんじゃないかな。ゴッドフレイの肖像。うん。で帰ってきた。さすが黄金の一族。その真ん中の体勢のやつを切り替えるのが一番いいんじゃない？これだ。それで。エルデの王ゴッドフレイをかたどったタリスマン、うん、伝説のタリスマンの一つ、魔術、祈祷、戦技の試しを強化する、うん、ゴッドフレイは高き戦士であったけれど王となるを誓った時、ふつふつとたぎり続ける戦員を抑えるため最小の獣セローシを背負ったのだった。あ、獣を背負ってる。ため強化きた。これだからなんかゴドリックシリーズはさ、うん、あそこでもさ、ストーンビル城でもさ、うん、その竜をさ、うん、手にまとったじゃん。まとった、うん、だからこいつは背中にそのなんか獣をまとったんだ。そう、セローシをまとったのかなみたいな。で、まあ、ゴドリックシリーズなんだから間違いないでしょうね、そういう意味ではね。いいものですね、うん、これでもため強化できるのはでかいですね。ためをあんま使ってる記憶がないあんま記憶がない。この、うん、え、この辺行くかい。じゃその辺、そこってなんだ、ここどこから行くんだ。ここが気になってんだけど。ああ、はいはいはい。だったらこっちから行ける多分。うん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 。北に行って下にちょっと切り込んでいく感じだよね。背中でモフモフ。溶岩弾貯めれます。最高じゃん溶岩弾貯めれんの最高じゃん溶岩弾ね、うん、そうね、そっち北側、うん、3番に向かいます。はい、僕待っててね僕ずっと待ってくださいよ。し、うん、あー、もみじの季節だね。もみじの季節ですね。もう11月ですから、うん、箱根は綺麗な感じですよ多分。行きたい。レベル上がんない。わー、あ、5万8000。あ、な、英雄1個砕けばいけるな。なくさないよ。どうしたおい、どうしたおきつ。なくさないよ。そんな余裕、そんなキャラじゃなかったぞ、うん、常にいっぱいいっぱいだった。いやいや、余裕ですよ111時間遊んだ男私は111時間遊んだ男です。まあ間違いなく今おきつさんがいろんな NGC でやったゲームの中で満身できるぐらい強くはなってる。うん、満身、うん、満身できるぐらい強くなって。俺は満身ロストで今日締めくくらないぞ俺は、うん、満身。え、立ってる。 おい、誰かいるじゃん。やっと見つけたやっと見つけたおお、あなた、またお会いしましたね。円卓を離れてなお窮地に見える。とても嬉しきことです。それにあれからも私も少し学びました。ぜひ、うん、あなたにも伝えさせてください。うん、どうした。おお、金仮面教の居場所。教えれちゃうじゃん。教えれちゃいますね。またなんかすごい。まあ、欲しいけど、祈祷だからおきさ使わねえんだよな。かっこいいな、名前が。拒絶。大回復。あ、大回復ね。大回復ぐらい持っといた方がいいんじゃない。いや、一緒か。いらないと思います。いらない。でも周囲の味方を含めて回復するんだよ。うん、いらないと思います。まあ欲しいって意味では、あの腐敗を治す祈祷があったら欲しいけど今ないから。毒、魔力、うん、炎防具、うん、雷防具、拒絶、うんうん、これかっこいいけどな。進行がねそもそも低いから回復量も低いし、進行10にあと4上げる。まあ、うん、いった、うん、はあ、金仮面教の居場所教えます。はーい、ほんとほんと見つけた。うん、確かにそのお姿は金仮面教に間違いありません、うん、やはりこの地にいらっしゃったのですが、黄金律よ、我と共にあることに感謝します。それにあなたにも何とお礼を言っておいた。あの仮面くれよ金仮面この人は金仮面教ではないからね金仮面教はまだいる。うん、いるね。会いに行けば、まあ、後で行ってでもいいんじゃない。その左の今目的地行ってから、ここに行こうとしてたんだ。そうそうそう、私は今南も行っちゃってるから。聖職者コリン、そう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 、あのあったのでマップに表示されましたね。なるほど、うん、
じゃあ、え、右、その、あ、行けます、逆です、今、登ってってたので、道をこっち、こっちじゃん、あ、そういうこと、そういうこと、すげえラッキーじゃん、これは普通にラッキーでしたね、よかった、馬酔いして馬酔いして馬酔いの馬ぴょいみたいになってるけど、馬酔い、うん、金仮面橋のことが俺は気になって気になってしょうがないそうだね、でもこれで場所を教えたんだったら、うん、またロードしたりすると多分ああ大丈夫、周りダメか、暗いから微妙に分からんな、周り高さ的に、あ、いや、このぐらいだっていけるでしょ、いけるっしょ、うん、お前な、江戸さんを信じた、よし江戸さんを信じて俺は信じてた俺は信じて、お兄ちゃんを信じて、暗いけどなんかありそう、うん、光ってはいないからアイテムはないか、あ、でもなんか瓦礫のなんかこれだ、お、これはなんか犬いっぱいいるよ、犬いるね、杉田ない犬よひどいな、我が剣の木図となれ、まあ実際薄汚い犬なんだけどさ、杉田ない犬よ、あ、惜しい、我が剣の木図となれ、今の完全に赤色でしたね、ナメップ、完全にかわされたわ、ナメップです、うん、さーて、おう、どう、第二マリカ協会だ、これは来てほしかったね、第二マリカ協会だ、あ、おい、君は誰だ、なんか来たけど、敵、敵ですよ、ザコ、まあまあまあ、ザコはザコだけど、おいマリカ、おいマリカ、マリカじゃねえか、君の名前は何マリカ第二マリカ、このマリカさんじゃないからね、マリンカマリンカさんじゃないからね、お大事に、お大事にだよね、うん、涙、大涙、うん、静けされ涙、うん、教会といえば聖杯人、エーモンゲット、これね、さらに回復量アップですよ、これは嬉しい、だからいらんと言ったんか、え、いらん、いらんと、回復の気といらんと言ったのか、うん、あ、そういうわけではないけどいや、これは嬉しい、うん、やっぱね、教会を見つけたらこのゲーム嬉しいからね、攻撃が有効だ、攻撃、攻撃、あ、攻撃が有効って書いてあった、なんか出てくる、死の時間だ、え、うん、なんか出てくるのかい、可能性はゼロではない、あ、なんかある、あ、不吉、あれは引っ掛けだぞいろいろ疑うことを覚えてしまった、あれは、でも周りなんか何もないけどね、人骨じゃない、人骨、まあここ目的地、自分がつけたやつね、ん、今なんか喋った、俺も今聞こえた、なんか喋ったよね、ブエンブエンつった、あ、なんか喋った、うん、なんか喋ってるな、ん、どこだ、どこにいる？ブエンブエン。どっちから聞こえたか分かんなかったな。あ、聞こえる。あ、聞こえてる。あ、なんか、あれ？この人じゃない。これはただ、あれだね、プレイヤーだな。そっちはさすがに、下行っちゃうからなんじゃない？どっかいるよね。ブエンブエン。マリカ倒したかもしれない、攻撃の時間だっていうのが気になってんだかな、上か、あ、これあいつらの声か、ん、あいつらの声かも、誰、そ、いや、でもどうだろう、分からん、こんな登れんの、登れたねほっ、ブエンブエン、周りに誰かいる、あの鳥、鳥は超そう、ね、オウムかな、あいつとこいつ、前あった貼り付けの人、貼り付けの人、あの奥の貼り付けの人ってなんだ、貼り付け、おい、私です金虫めなの、そうだったのか、俺でもいそうでいないな、でもなんかこの声に関しては、うん、
多分下の森にいる、うん、あの大きさが気持ち悪い気持ち悪いって言ってたやつだと思う。ザコ、うん、の声だとは思う。お、なんか塔あるの。あ、これか。ああ、そうそう、その塔の方にいるんですよ、あいつらが。だからあ、アイテムだ。それの声だとは思うんだけど。アイテムだ。あ、人がいた。あ、で、こいつらの声だな。あいつらの声だ。あの、そう、あの、そう、ミミズ頭の声だと思ったんだけど。犬だった。犬だですね。犬じゃないだろ。犬喋んないな。うん。おい！そう、ミミズ頭の声だとは思う。わかんねえ。うん。あ、犬。犬の声。犬の声、あれだってやだな。たまになんか、あの、日本語みたいな言葉みたいな音出す犬いるけどな。ミミズ頭説が濃厚です。多分ね。うん。じゃあこれで飛び降りようかな。そこは飛び降りれますね、馬だったら。うん、人の姿では無理だと思う。はい、うん。で、これ一回来なかったかい？来なかったかい？ここ。そこはなんか下に降りなく、降りる必要ないかもね。お、でかいのがいる。うん。でも雑魚なんでしょあれ。雑魚だよね。ね、うん。いっぱいいるし。うん、え？あれ？じゃあ別にもうどこも行かなくていいのでは。アルタコ、ウィンダム廃墟。ミリセント。うん。ここじゃ望むのか。この辺は？あ、でもコリンだもんね。コリン、だからまあ北の方には確か、この辺行ってないね。そこ行ってないね。そこか。もう金仮面行っちゃうからな。会いに。うん。金仮面会いたいな。あの、え、あの扉はなんだよ。あの白い扉は何だい、うん、君これは何だい。あれ開いてないね。これはあれ開いてないね。これは開いてないね。うん。おっとちゃん、これあ、これしかもあれじゃない、ん、鉱山じゃない。おっとちゃん、おっと、これはあ、旧アルター行動です。出た、俺の実家。俺の実家シリーズ、お邪魔します。うん、箱根は、はい、モミジが綺麗だってね。爆発石の塊手に入れました。なんだ実家か。なんだ実家か。オーストラリアは今雪がすごいみたいだよみたいなやつね。おわ、うん、あ、でここに祝福があって、はいはい、ちょうどいいんだ。うんうんうん。あ、もう一回触んないとあれだね、回復。うん、バランスがいい。で、聖杯瓶も回復量高められる。そうそうね。完璧じゃん。だいぶ強くなったんじゃん。レベルアップできるのかな。できるんじゃない、うん、できるじゃん。おお。ちょっと大丈夫、こんなに強くなっちゃった。99だよ。やべえ、100だ。レベル99だよ。やべえ、俺、おきさんのキャラにレベル合わせたやつ、もっとレベル上げなきゃ。俺だ、85ぐらいで止めてあるもん。レベル99にするゲームなんて俺ほんとないよ。ないでしょうね。おう、なんだったらもう最強レベルじゃんね。まあ武器がプラス9まで来てるっていうのはレベルだけじゃなくて強化レベル的に高いからね。来い来い。危ないな、燃やされるな、これ。これは続々と燃やされるやつだな。危ない、危ない樽だらけなんだ。危ない樽しかないね。怖っ。ここも全部そうだもんね。そうだね。なんか火がチャッカマン来たら怖いですね。だってものすげえ火、うん、あ、え、さっきの反対側ここかい。そこでそんな感じない。あ、リハビリの時のね、うん、うん、作り的には似てます。そうね、鉱山だった奥に。レベル99っつったらカンストだよね。
まあドラクエとかだったらそうだね、うんうん、なんなら42とかでも感想だったりするからね。あ、しかもこの剣取ったからこいつらに一切苦労しないな。前来た時は鉱山さ、苦手だったじゃん。苦手よ。あの一つだったから。はい。うん。でも今魔力剣だから。余裕ですね。余裕。しかも FP 消費ここもない。あった。あ、取った。うん。これは転がっても自分の体燃えやすくなったりしないよね。それはね、さすがに大丈夫だと思う。あのオイルまみれみたいな。目が光ってる。もう1600もらえるんだ。目光ってる。怖い。爆発すんなよ。うわぁ、雷流院のタリスマンプラス1。雷系のタリスマンですね。ビリビリさん出てくんのかな。めちゃめちゃ死んでんだけど。死んでるね。我々。我々のチームみんな死んでるんだよ。いや、あれなんだよ。小木さんよりレベル低い時に来るやつだから。あ、そうなの。うん。だって小木さん、アルター高原に来た時のレベルいくつよって話や。いや、覚えてないですね。40とかじゃん。え、多分プラス50のレベルで、うん、今やってるから。ちょっとあれだね、うん、楽しすぎだね。いや、その分さ、もっと難しいところ先にやってるから別に悪くはないんだよ。おかしな話だのー、うん、オッケー。あ、そっちだ。死んでない。まだ落ちてないよ、私は。おい、いるじゃん。びっくりした。君は僕の聖剣でやられたんだ。強い聖剣。所詮、犬飼いナイト。犬飼いナイトって初めて聞いた。おーい、突っ込んでくる。あぶね、火が来い。ではガード。危ない、バシバシ。またあ、硬いね。おい、あぶねえ。私の方が一枚上手だったようだの。予想以上に硬かったけど、まあまあまあ。そっか、飛ばした方が、波動を飛ばした方が強いんだよ。そうね、魔力、純魔力になるから、うん、多分そう、それが強い。このはしご登れと。なるほどね。明らかにそういうはしごでした、ね。うん、トロルハンマー。トロルハンマー、江戸さんの好きな。俺は使ってました。やっぱり、うん、だってでっかいハンマーあったら使わないはずがないと思ったぜ、うん、いや。ガオガイガーのすっげえでっかい食玩プラモ出てびっくりした。あ、出てたね。びっくりした。もうさ、でかすぎてびっくりした。あの食玩とはってなるよね。うん。あのガンダムもそうだけどさ、驚きでした。うん、ガオガイガーはな、無償にガンキャノンが作りたいんですよ。なんで急に？なんか急にガンキャノンが。え、今度会議で作る？いや、売ってないで。あ、おい、君人。君人。俺は清人です。君人。あそこ比較。君人。ガンキャノンが売ってないのか。まあそうか。新しいプラモが出てないと、旧キットとかだとあれなのか。MG のガンキャノンが作りたいんじゃん。MG のガンキャノン、この奥から来たかな。違うか、上から来たからこっちがゴールじゃない。あ、もうゴールです、うん、じゃあ一旦登ってみて、うんうん、ショートカットだよってことなのかな。つまりそういうことじゃないかな。ショートカットかも。ゼミさん、送っては来ないでください。だって絶対持ってるもん。棚に積んでる。絶対持ってる。セフィさんの積みプラの中に。そう、どこの棚に入ってたっけなみたいになってるよ。そうでしょう。あれは人か？鉱石。で、あのゼフィさんが、うん、送ろうと思ってまた作っちゃって送るんでしょ。ああ。で、いや作られてるみたいな。作りたかったのにみたいな。作っちゃったじゃん。うん。あっぶなーい。おお、大丈夫なんだね、この高さで。あれ、どっちだ、こっち乗っていいか。今のは俺死んだかと思った。チュ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 。じゃあもう倒すだけだね。そうだね。そんな簡単でいいのかな。
まあレベル高いからね、うん、初めて来た時は結構家にあったやつは送りませんでした。バレた、どういうこと。あ、石掘りトロル。もう名前見ただけでちょっとおきさんが分かっちゃってんじゃん、ちょっとなんか。あ、でもトロルハンマー持ってるよ、さっき取ったやつだ。あ、ギリギリ当たんない。うぇ、ガードした。あ、弱え。これでも切るよりあれなのかな、効果当てた方が強いのかな。終わっちゃったからもう分かんない。よし、グレートクラブ。おっ、さっきのタモリクラブ。トロルハンマーとこのグレートクラブを二刀流にしてました。ダブルコンボだ。ダブルコンボでやってました。特大コンボです。すごい大好きでした。おお、これ掘ってたの、なんか守ってたのか、宝箱だと思うだろ、うん、思うけどねえ。え、なんもないの。まあボス倒した報酬があったから。ハンマーだ、うん、ストロングコンボ面白い。おぉ、75点あげる。おい、すげえ、深見さんが。あの深見さんが75点あげる。マジか。むしろ点数ワーストの人が。面白い、やべえ。深見さん、深見さん名前変えないと、ザナさんみたいに。75点ついたよ。面白かったよ。マジか、深見さん春来たね。秋だけど。春来たね。秋だけど。すげえ頑張ったね。刺さりましたよ。11月になって、ええ、40代50代しか通用しないそのギャグ、うん、恥ずかしげもなく使った深見さんに75点あげる。帰ってきた。あれ、どこ行くの。ああ、外行くのか、もう終わった。あ、ごめん、終わった、ね、あ、終わった、終わった、大丈夫、大丈夫、間違えた。え、褒めてるでしょ。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。じゃあ帰ろう、うん、じゃあ黄金仮面に会いに行こう。そうだね、黄金仮面行きたいね。黄金仮面っていう名前じゃないけど。黄金、ん、金仮面鏡。金仮面鏡、うん、金仮面鏡行くんだったら、ね、その左のこっからこうだね。あ、そこ、あ、じゃあ上にいるんか。そう、左から、ここだ、それからだね。罪人橋、罪人橋、罪人橋、うん、ゆるみや火山の罪人橋。戦ったな、なんか、うん、おいら罪人だぜ。罪人、別に罪人橋渡ってる人全員罪人みたいな。この辺に祝福ありそう。その辺っていうのはあれかな、ん、金仮面橋の近くってことかな。あー、かもしれないね。その北側って結構、あ、アルタ高原だ。あ、ここもアルタ高原だ。あ、うん、この辺全体アルタ高原だから、東京都だから。東京都アルタ高原、そうっす。東京都アルタ高原じゃないな。東京都がアルタイコールアルタ高原。おい、サボってんじゃねえぞ。おい、サボっ、すげえ数、めちゃめちゃなんか探してんのかい。君は偉そうだ、ちょっとリーダー的な。馬、馬戦闘気をつけて。はい。回りません。うん、あ、回る。もうね、止まってキルでいいと思うよ。はいはいはい、誰がいる。おい、君、おぉー、タガマン、すげえ、密用、密用になれなかった男。うん、密用になれなかった男ってなんかウルトラマンになれなかったあれみたいな。ウルトラマンになれなかった、なんとか、なんだっけ、ウルトラマンになれなかった男だかなんだかってなかったっけ。ありましたっけ、そんなの。 あれ、なんか、あれ、なんだっけ、何になれなかった男だっけ、忘れちった。やっぱありましたっけ。うん、大体なれるんじゃないんですか。なんだっけ、それ忘れちった。なりたかった男、なりたかったんだっけ。お、何、あの城、あ、日陰城、日陰城か、はい、近いね、もうだいぶ近い、ね、うん、仮面ライダーになれなかった男だっけ、なんだっけ、チュッ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 チュー、なんとかかんとかは仮面ライダーになりたい。あ、無人になれなかった男だっけ。あれ、忘れてた。ライダーマン、ライダーマンは4号になったんだよ。ライダーマンはあれですよ、今月刊マガジンで連載中の仮面ライダースピリッツで大活躍してますよ。あ、今まだやってますよ、あれ。え、やってるの。お、誰だ。お、なんか探してんな。探してるね。ここだぜ。ギリギリ当たんねえんだろうな。どうだっつってんだろう。なんかブラックさんがすごいあれだったね。すごいあれ。あの、高評価。いやー、ってー、どうも、あと、
あ、やっと押した。勝った。でもため攻撃アップついてるから。おかしらおかしらおかしら、なんでやられちまったんだよ。一体誰がやったんだよ。誰がおかしらをやったの。俺だくそー、兄ちゃん。兄ちゃんまでやられちまった。俺だけしか残ってねえ。くそー、もう、やめくれ、やめくれ、かまひとっき。お母さん。お母さん。お母さん。すごい、ドラマが見…お、増票の金棒手に入れたぞ俺の形見うん、この人お頭だね、うん、お頭は速攻でやられちゃったからね。誰だ、うわ、おお、七種のお頭がトロール、トロールがいますね。この人たちも雑魚、アンドゥートロール、まあまあ、でもこれこの…開けたんじゃない。まあ、見るだけ、後ろ乗ってみれば、いや、絶対開けたよ。何回も同じことやってるよ俺。こう、ツバイハンザーだかなんだかのやつだった気がする。あれなんだっけな、わかんねえ。もう一回見てみれば。でも、あれ、あ、でもそうか、何回か出てくるっけ。この馬車は、何回も走るのかい。馬車って、あれ取ったら、あ、でも俺方が早いちょっと当たってるけどね。グレートスターズだっけ。うい、長っ。君のリーチ長いね。長いね。だが私の敵ではない。敵ではなかった。神殿。一応見るだけ見てみます。開いてる？開いてるか。開いてるんじゃない？なんか開いてる？あ、開いてますね。うん、やっぱグレートスターズだ。あ、なんかあの殴り武器系のやつ確か。ボボボボボボボ。大人橋を渡ってきました。私。もうこんな罪人やだなぁ。大人橋から来ました。もうさ、強すぎだろ。お任せください。そこには誰もいませんよ、あなた。大人橋から、あ、危ない。刀流剣。あの、刀流剣。刀流剣。龍神丸。リアルタイプの龍神丸出ましたね。ああ、出ましたね。懐かしいわ。なんかすごいよね、ソードマスター龍神丸を思い出すわ本当に最近その辺のやつなんかいっぱい出るから。コロコロスペシャルで連載してた。懐かしい。あ、登れる。上だね。登れる。あ、今気流があってね。うん、これはもうでも探索したんだろうな。マップだけ見てみるか、はい。ああ、まあそこに、この風車なんだっけ。そこ、その風車あたりあんま行ってないからね。ここも行ってない。そう、右の風車も一応アンロックはしてあるけど、マップ的には、うん、あのね、風車だって駆け抜けたから、うん、わあ、ジャンプしなければ。ね、怖えよ。その橋の方に向かってジャンプ。おい、おい、はい、金仮面鏡、いらっしゃい。金ちゃん。お。たどり着いてる。たどり着いてますね。コリンちゃん。コリンちゃん。コリンちゃんどうした？あっちじゃ。あっちじゃ。コリンちゃん、コリンコリンしてる。コリンちゃん。あなたのおかげで金仮面鏡にお会いすることができました。うん、今はこうしておそばに置いてもらっています。もちろん祈祷は今まで通りです。うん、ただ先生の施策の邪魔にならぬようお静かにお願いしますね。聞いてあげたのに何を、何でしょう。金仮面鏡は何者だ。先生はずっと施策に集中しておられる、うん、そして私はその指を必死で覆い記録している。なるほど。私はまだほんの一部しか理解できていません。わかるのです、うん、これが私に与えられた天職である。黄金律はこの被災の私に記録者の任を与えてくださった。うん、まあ、わかんないってかわかんない。つまりこの人を降伏したい。欲しい、この頭欲しい。頭ね、話しかけてみよう、うん、切ればもらえるんだろうな。切ればこの腰巻きとともにこの頭もらえるんだろうな。うん、まあどうしてもね、欲しいというならね、まああれだけど。俺金仮面鏡になれない。染めはしないけどさ。ええー。
メッセージに何か書いてるかも。ん、あそこのどれどれ、それかな、結婚じゃなくてそっち上万歳、上万歳、うん、あそこのメッセージか、右のさNGC、うん、この先下に注意しろ、分かった、それは死ぬじゃろ、うん、あっちじゃあそこ行けってことでしょ。まあ黄金銃だよね、やっぱ黄金鏡は。黄金鏡、うん、黄金鏡、金仮面鏡、そうそうそう、これ、うん、これそうそう、明らかにそこを指さしますから、これ、うん、で黄金銃、黄金行くしかないんだよ、やっぱり。あとはまあ風祭りに行くかだな。あ、そうだ、これだ、うん、もう忘れてんだねもうね、金仮面鏡のことで頭がいっぱいないよさっきも5分以内の話なんだけどね、うん、忘れがち忘れがちです、うん、うん、あれが風車だ、うん、ほい、おそっか、俺風車の方、そっか、西の風車牧場、うん、見たくさ西の風車、風車、風車牧場、うん、風車牧場があるから、お前さん、何を食べているんだ、うん、たぎる溶岩でも食らっていいな。なるほど、ネズミには火だよ。あ、もうないもう自らオチを作っていくスタイルだから、もうはいよ、はい、これで大丈夫。まあ、でっかいのがいなければ、まあまあ確かにね、小さいな、まあ、寄ってたかってやられた時結構あれ、このシュバ、あれ、このね、地面に近いやつね、当たらないんだよね、遠距離のやつが。それだけ遠いね、なんとかしていただきたい。来いさ北尾さんに言ってもしまいね。あ、ネズミがうろうろしてるな。おう、これでもアイテムだけ取って逃げたんじゃないか。マップ見てもらって、そのほら北のやつも行ってないじゃん。これ。うん。で、あとはその東。もう一個、うん、もう一個の風車。そうそう。分かった分かった。行ってやる。祝福がでもあるはずだけど、ね、この辺に。まあちょっと探しても、ああ、そこの風車があれか。見えてる風車に向かって。うん。そう、骨が人だの馬だの言ってたよね。うん、言ってた。そう、ここだよね。ネーデルガンダム。ネーデルガンダム、あー、ネーデルガンダムネーデルガンダムでしょ。ネーデルガンダムのフィギュア持ってるよ俺。なんで、え、かわいいじゃんマーメイドガンダムと、あ、マジで、うん、すげえな、セット持ってる。ネーデルガンダム持ってる人初めて見た。あっ、ネーデルガンダム持ってんだ、ネオーランダ、うん、すごいな。え、大きさ G ガンダムは見てたの。 G ガンダム見た見た見た。あ、 G ガンは見たんだ。見てた。なるほどね。まああれはもうガンダムじゃねえからな。いやいや、ガンダムだけど東方腐敗、東方腐敗、誰これ、何って思って、まあ、うん、毎週見てて、ね、毎週そんな暁に燃えてるなんか言わないよ普通、ね、東方腐敗や暁に指数はリアルタイムで見たからね、うん、おい、すげえ、めちゃめちゃ盛り上がってたもん、ね、いや、まあ盛り上がったよあれは、うん、実際なんか人だ、人ではないか。あ、こいつは死ぬやつか。人でしょ、じゃん、アセちゃんでしょ。こいつあれじゃない、日陰城に出てきたやつ、あのおじちゃんがビシャーってそう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 引っ掛けてくるやつ、キモって言ってたやつ人聞きが悪いじゃん、でなんでなんで人聞きが悪い。あ、回復しよう、回復しようね。ああそうだね、それは回復しよう、うん、うん、ネズミかい？大体この辺はネズミっぽいけどね。もうちょいだ、うん、この上。つってるけどな。ネズミの東の風車袋に来た。踊ってらー楽しそうだな。混ざろうぜ。嫌だ。なんで？怖い。あ、風車牧場の印だったのか。あー、さっきのが西の風車だから風車村、ドミヌラで、ここも行かなきゃいけないんだ、うん、そういう感じかな。何踊ってんだよ。いや、楽しいじゃん。すっげー笑ってる
鶏小屋洗ってる。鶏小屋みたいな音するんだけど。来てますよ、大丈夫ですか。でもこんだけ近くにいて何もやってこないんだったら大丈夫なんだよ。すげえ笑う。ハギル溶岩ひどい。ああ何があった何をしたお前ら。ああ止めた、止めたがやられちまった。あいつよ、あいつだよ、あいつがやったんだ。トメさんの敵。おい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 、逃げろ逃げろ。なんなんだよあいつは。なんだよ。罪人橋から来ました。逃げたなここ。うわいっぺん。あー爆発してる。え、何あれ。爆発ドン。爆発してみんな いなくなったが。爆発ドンがいる。何あれ。爆発ドン。そういう魔術を使ってるのかいこのおばあさんたち。わわわわわわ。恐ろしい武者村だ、ね、ボバシュ。直接当たっちゃうとやっぱダメなんだね。切っていくか。よしよし、絶好剣使いたい。で、おいおいおい、この会社のババアが、ね、マジで注意しない。会社のババア。あ、クロムさんのババアってことね。まだまだ子犬よのうって言われるから。クロムさんのババアは確かにね、だいたい注意しなきゃなります。あの弱いと思ったら大間違いだからね。大間違いだから。みんなね、大抵強いの。大抵強い、うん。設定的にね、強いの人がいるみたいな。うわー怖っ。この人が、うわーすごい、うん。ウルトラダイナマイト。ウルトラダイナマイトだねあれね。回復した音。完全に死ぬタイプのやつね。ね。濃紺のフード。うん、誰？貴族の旅装。ほう。え誰？貴族の手袋。貴族シリーズ。誰？君。ツインナイトソード。ツインナイトソード。いろいろ手に入った。なんか大事な人じゃないこれ。これでもさ、明らかに従者とさ、その貴族だよね。これね。うん。はあ、でここであのババアたちに血祭りにあげられて、あのフロムさんの作品だと思ってなくて、うん、ババアを舐めてやられたんじゃない。怖いわ、うん。ババア舐めちゃダメなんですよやっぱ。なんか大事なものなのと。装備に普通にあるかな、うん、貴族だったね。あ、それだ、うん、どれ。あ、下、うん、これか、これか。そう流離する王族の書。王族。うん、やっぱり貴族だからね。それは美しい贈り物である。どこかでのたれ死ぬ時に王族の 恥とならぬよ。ああ、なるほど。マジで、うん、頭もあったよ。頭も青いやつこれだ、うん、おっ精神力高める方。あ、ローデリカと対応してるよ、これ二人とも王族だよ。いや、ローデリカもやっぱ出自が結構王族なのかなみたいなのちょっと匂わせてんのかね。あ、でも王族の装束って書いてあって言ってるから。そっか、ローデリカは導きなど見えていなかった、うんうんうん、それは使命の旅へと送られる遥か彼方、二度と帰ることのない旅立ちに仕方ない導きが見えてしまったのだから。あ、だから旅に出ちゃった貴族なんだね。はあ、うん、ローデイルとローデリカは名前似てるからやっぱりローデイルの貴族なのかね。え、うん、ローデリカはすごい人なんでしょ。いや割とそういうことだよね。ねえ、うん、貴族の手袋、うん、もういつでものたれ死んでも恥とならないようにちゃんとしてるの。すごいね、剥ぎ取られたけどね。ねえ、うん、かわいそうね。ティッシュのズボン、うんうん、あ、違う、肉だ、これだ。あ、そっちだ。恥にならないように。やっぱりそうなんだ。よっぽどだね。怖っ。でも物としては、うん、多分すごいいいものなんでしょうね。じゃあツインなんとかそうだ、ね、ああ、はいはいはい。よしよ、どれだろうな。その辺の辺っぽい。あ、そう、グレートエッペ。違うな、グレッテッペ。あ、それだ、これ、うん、ツインナイトソーダ両馬剣。あ、うわ、ダスモールじゃん。キシタルの形式を重んじた両馬剣、美しくまた上質な武器、うん、片手で振るうこともできるが両手で持ち回転を駆使した攻撃で進化を発揮する。うん、すげえじゃん。テッカマン。あ、テッカマンか。テッカマンおお、片手でもいけるけど両手持ちにするとなんかあれなのね。
それじゃない。わあ。R、R2 を押しながら、武器切り替えして。怖い。あれ？やべ、俺も久しぶりだから忘れてた。連射するとかっこいいね。三角押しながらか、逆パティンか。そう、これだ。うん。使えない。回転切り使いたいけど、今、あれが。ああ、でもそれだ。ああ、ダースモール系。怖い。うん。ガード。行こう行こう行こう。武器としてはかっこいいな。ね。うん。いいですね。うん。さようなら。まあ、もうさ、勢いを持ってっからな。そうやろ。鍛えすぎちゃったな。しかもね、ラニ同行もそうだけど、やっぱフロムさん作品の、その、月光というシリーズは大体強い武器なので。なんかもっと強い武器。手に入れたいな。これ以上ってなると結構多分厳選されるんじゃないかな。この風車はでもこれだけ、ここはそうかな、うん、さっきの風車入れたりしないからね。あとはそっちか、右側か、うん、これ村だ、ドミヌラ。あとここもなんかあるっぽいんだよ。一応なんかあるっぽいかな。これと、うん、これとか、うん、3番イーサーシーシー、あの辺か。あーそうだね、馬に乗ってやれ。敵がいないんだったらね。シュワ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 、うんうんうん、シュワ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 、うん、細かく取ってると気づいたらすげえ数になったんだよ、この黄金ルーン1。シュワシュワシュワ、この道はビクビクビク。あ、まあ一回下って左にあそこの塔みたいなところを目指せばいいから。木はただの木、た、うん、ただの木だ、うん、まっすぐ四角ありそうなんだけどな。さすがにあると思うよ。光が見えていないのか。あ、これか、あれ、あ、いや、これもう一個あれだな、風車あるな、ここ。あれ、ここの風車が、あ、村の風車、村のなんだ。三つ目ですよ、いっぱいある、うん。君は村の、ちょっとなんかいるね、あれが、違うやつが。うさんくさいな。うさんくさい。うさんくさいな。あれじゃない、なんか滅ぼしたバーサーカー的なやつって言って。女村と男村がある。女村と男、なんかほん、いよいよトリックだね。犬、馬小屋じゃなくて犬小屋になってるから。また犬が馬を食べていた。やだね。あ、なんかやっぱバーサーカー的な。どこ？あ、ちょっと当たんない。ちょっと当たんない。うわ、ビビってる人がいる。あ、ビビってる人がいる。ビビってる人いるね。ビビってる人いたね。あ、みんなビビってる。あ、みんなビビってんの？あれ？あ、やっつけた。どうした？みんなどうした？ビビってんの？超ビビってるよ。本当に大丈夫？え？今のビビってる人は何だったの？これは単純にでっかい人倒したからビビってたのかな。それか元からでっかい人にが怯えてただけか。そう、あの、もう一人いる。ああ、いた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 。ビビってた人、ビビってた人どこ行った？あ、いた、あ、いた。ビビってた人は多分あいつが来ちゃったから、やめてくれってことなんじゃない？なんだ、うん、なんか喋るのか。おい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 、あ、食われるぞ。気をつけろ。気をつけろ。これ背中なんか生えてんな。背中、ああ、生えてますね。うい。ういしょ。おいしょ。おいしょ。おいしょ。うわぁ。イーマリュウみたい。なんか、なんて、なんか、ちょっと竜っぽい鱗っていうかなんか。ね。竜神みたいな。なんか、この背中見たことある気すんだけどな。どこで？このゲームで。いなかった、こんな背中してるやつ。割とこういうのいるから何とも分かんないけど、いなかったかな。いたよ。ああ、なるほど。円卓の鍛冶師と、ああ、円卓の鍛冶師と同じ。確かにね。それか、あの人、この一族なのか、一族っていうか種族なのかね。うん、
そのおおおおお本当だね。生肉団子を手に入れました。生肉団子もうこの人も生肉団子、もう君はいつまでビビってんだ。もうほっといてあげれば。私がこの風車村を作ったと伝えるように、うん、そうだね。そう、誰か一人残っとかないといけないから。この先巨人があるぞ。巨人ドン・キホーテ的な、うん、意味。ああ確かに最初会った時に自分を君主って言ってたね。鍛冶屋さん君主、うん、根守り、要するに何つった今。ね、根を守るってこと。あ違う違う、あ混ざってる、ま、混ざり物っていう、そういう、うん、言ってたわ。じゃあドミヌラ行こう。ね、でも3行ってないんだ。あ3そうだね。あまた風車があるもんね。風車だらけでね。風車村だから。本命風車だらけでね、うん。あれだよ、なんかオランダ村みたいな感じなんじゃない。群馬の。あれオランダ村って群馬だっけ。群馬の東京オランダ村。違ったっけ。もう東京ってつけないでくれよって話だね。東京近郊オランダ村。うん、ああまあ大丈夫大丈夫、敵さえいなければ。群馬はドイツ村。群馬の東京ドイツ村。ああ人いっぱいいるぞ。いるね。大正解じゃん、うん、これなんか赤い、あ駆け抜けたねここでしょ。思い出した、うん、駆け抜けちゃったから逆に全然回ってないんですよね。馬じゃないと乗れないから。なことない。ドミングがよし。もう撃て、うん、すっげえ吠えてます。吠え方、目方、あ見つかってるかも。あいやでも若干どこだどこだなって、いたぞーとはなったけど、避けるな。おおそっちから来たのか。君はあの、あ危ない危ないです、危ないです、呼び出すマンだから危ないです、死にます。大丈夫。今ので食ったな。体験だから。体験だけどさ。よいしょ、はいはい、フォア当てればまあ一撃だから。これ止まれた時はフルートをみんななぎ倒せるんじゃん。後半は一人にしか当たらないから、ね、ああなるほどね。人骨のかけらを手に入れてちょっと切ない気持ちになりました。もうあの倒したその場でかけら手に入れちゃってるってやばいよね。骨まで切ってます。もうなんかプレデター的な感じだよね。村じゃん。そうこれ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 。ああこれなんか走って取って逃げた。ここは確かに取ったね。取ったよね。うんうん、よし取った行くぞっつって。鼻は見たわ。でもそんなもんなんじゃない？ほら。セットしたのもここだし。セットしたらここだね。さすがに開かないでしょこの風車は。マップは？マップ。全然ここだから、あとはそっか、そのそっち側か、うん。確かにここは下行くとまたあのミミズ頭のとこだから、そうだね。ここ行かなきゃいけない。ここは行ったよ。倒したの？倒したか逃げたかちょっと覚えてないな。ここ行ってないし。そこも行ってない。そうでしょ。でもこっちだよねまず。まあ近いのって言ったらそうだね。左。北東に向かうかな。北東七星南。なんつった。うわあなんか要塞みたいになってる。きつ、こんな坂道によう住むな。足腰鍛えられすぎるだろう。うわお祭りだ。祭り会場でこれは祭りだ、うん、あ祝福ありましたね。どこ終わった。うんやった、さすがにありましたね。やったやったやった、ほっとしたぜ。ほっとしたおいでませ風車村。うん夏至祭りだ。いやもう冬だぜ。うんもう冬だね。冬だぜ。うんめっちゃ踊ってますやん君たち。めっちゃ踊ってますやん。いや観光地ですから大丈夫。うん何を喜んでんだ。おいでませでしょ。おい強っ強いね。笑ってるけど
みんな笑ってるよ。うん、すっげえ笑ってる。怖っ。発狂だと思うだろ。え、うん、発狂、あ、みんな、このババアさんたちが。うん。この下は行かない。ミッドサマー村だよね、確かに。この下は行かなくていいんだよ。何を祭りしてんだろう。発狂してないのに、うん、もうこうだから、やべえって言う。あの、メッセージで。いいことがあったの。いいことがあったっていうか、うわあ、うん、いっぱいいるね。うわあ、これは一発かかちぬ。大丈夫、ね、僕が使ってるのは体験ですよ。いや、うん、そうなんだけど、危ない、危ない。いや、まあ先に当てれればそうなんだけど。そうでしょ、うん、大丈夫だよ。怖くてしょうがないよね。大丈夫大丈夫。なんかギリギリチョップの戦いばっかりだな。大丈夫だ。すげえ色々取ったな。人骨のかけらをもぎ取っていくスタイル。怖い。人骨のかけらをもぎ取っていくスタイル。だってそうだ。俺のプレイスタイルは人骨のかけらをもぎ取っていくスタイルです。あのババアたちから怖い倒した瞬間に、あ、怖い、もうプレデターですから。もぎ取ってんだ。もぎ取ってんすよ。うん、ホラーだ、ね、完全に、もう最初のプレデターはちょっとホラーだったからね。あれ犬だ、犬だね。あっちゃんまた祭りやってる、うん、先に犬倒してる。もみずさんいるな。骨は取らんぜ。人はいるぞ。蝶は取るぞ。取って蝶まで届く。あー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 ってるけど。あーちょっとサイレン味があるんだよ。これは何？恒星の星義務。人だ。あそこにアイテムだ。うん。登るのか。あーえ、あはぁ。ゴーラとかもそうだけどさ。ここゴーラ？そう。そう。こんな坂道でね、うん、あの、住むのはゴーラ人ぐらいですよ。あー楽しそう。うん。だってゴーラって、冬になると、あの雪降ると、あの車普通にスタッドレスでも結構ツルツルで登れなかったですかね。傾斜がすごくて、うん、そうそうそう。あれ何度ぐらいあるのかな。結構な傾斜よ。60度。60度は人が登れるあれじゃないですね。無理か。多分20度か30度だと思うけど、でもそのぐらいの傾斜でもう車はもう全然ですね。へえ、うん、もう凍っちゃうとアイスバーンになっちゃうんで。三角定規のうん細いとこぐらいでも、いや、そう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 、割とよ、あそこ、うん、ゴーラってエヴァで、ああエヴァの双子山決戦のたもとに俺住んでたからね。何双子山決戦。双子山ほら、あのラミエルじゃなくて、あラミエルだっけ、あの三角形じゃなくて、あの旧立方体のやつ。ラミエル、ラミエルかと戦った時に双子山からさ、ポジトロンライフル撃ったじゃん。ああれ双子山っていうところ。そうそうそう、あそこのたもとに住んでたんですよ、ね、はい、うん、よくご無事で。巻き込まれてないからね、時代的に。無事で、うん、2015年2015年のことで、うん、あ、そう、八島作戦の時、そうそうそう、2015年のことだったんじゃ、うん、もう7年も前の話してる、うん、そうそうそう。だから芦ノ湖の小尻の方にラミエルが現れて双子山から撃ってるんですよね、あれ。あだいぶ登ってきたね。だいぶ登ってきたね。なんか山登りだね、完全にね。あまだいっぱいいるな。割と声聞こえるね。もうどんだけここの村、なんかババアたちの村なんだろうみたいな。だから男人がさ、さっきさ、下にいたじゃん。うぅ、隠れババア。隠れババア。隠れババア、やだな。隠れカマババア。シックルみたいな。うん、雷やり、ちょっと雷耐性つけろつけろって言われてんだけど、なんか確かに雷多いね。俺は助けてくれ。あはは、だって女村なんだろうな。あはは、うん、あ笑ってるな。笑ってんな。すげえ踊って、踊り狂ってるもん。たぎれ。うわ、いけるか。うわ、溶岩で踊るババア。すごい。
溶岩で踊るババアを見に来ませんか。溶岩と聞いたんだよ。このなんか、あ、無敵、無敵ババア。本当だ。わっちょい、ちょい。あ、びっくりした。うん。はい、無敵。すごいな。溶岩の上で踊るババアやばい、ね。祝祭フードゲット。おい。これで仲間入りできるぞ。なるほど。でも人骨は抜き取る。怖い。怖い。怖いよ。恐怖。まあこれは恐怖だよね。ああ間違いなくね。ちゃ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 。でもこいつら意外に持ってるから。ボス出てくんじゃないそのうち。あ、ババアの守護者みたいな。すごいババア出てくる。すごいババア出てくっか。なるほどね。死を目指せ。やべえ。登れないよ。完全に子犬用の方が出てくんじゃない。あ、アイテムある。うん、あ、本当だ。この先アイテムがあるぞ。あるけど。すごいババアってやっぱね。うん。分かった。あの人だよね。子犬用。何度言われたかって。300回近く言われてるから。やめなさい。いやな。勇者の肉塊だ。おお。この人勇者だったんだな。がババアにやられたってこと。勇者だけ。勇者さえも。うん。ババア包囲網にはかなわなかったんだ。あんだけババアできちゃうとね、やっぱちょっと物おじしちゃうよね。おお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 、これはおおお、あー、もう来たね。あ、頂上に近いですね。来た来た来た。これは、これは、これは馬だ。あ、違う、馬じゃない、ババア。さっき大きさが倒したババア。ババアが2体。うん、ノーマルババアです。馬じゃなかった。馬ではない。怖いな、切る、切れない、あ、切れた。怖いな。あ、ここだ。初めて、うん、ニコニコ生放送の、うん、とりあえず生中っていう番組に江戸文が出た時に、うん、やったゲームがあるんですけど、誰かが、うん、その時にね、ババアババア言ってたらね、うん、放送終わった後に、ね、うん、ババア連呼はやめてもらっていいですかって言われて。そういうの早めに言ってもらっていいですか。そうそうそう、そういうの早めに言ってもらっていいですか。うん、そうそうそう、すいませんでした。あ、そうか、すいませんでした。気ぃつかないで。おっ、俺がいた。誰もいないよ。ボスいるだろう。おい、ボス。おい、ボス。おい、ボス。落ちないですよ。落ちたらダメだろうね。あの出っ張りなんだ。あれはこっちから見えてるあれじゃない。うん、ボス藤壺、うん、この動くかい、このまさかネーデルガンダムが出てくる。ネーデルガンダム出てこないかい。ああ、いた。うん、だからあれですよね、あいつだ。端っこ暮らしが多かっただけです、ね、やるぞ。うん、これあれ、しゃがんでいけば、もしかして、あれ、え、こいつ地名取れんのか。人っぽいですけど。あ、でもいけるかも。光の地名よ。マジか。距離かわかんない。前入れながらね、R1 押すと多分大体大丈夫。あ、もう違う。神肌の人。神肌ですね。神肌シリーズのパパ。な、祭りしてたしな。まあ。ただ、おきさんが強くなりすぎてしまった。ほら、フルボッコじゃ。フルボッコじゃ。おきさんが強くなりすぎてしもうたんじゃ。14000、神肌ハギ。これはもう。なぎ払う黒煙。ごちそうさまです。ごちそうさまです。あ、祝福出てますね。これは、もうあれだね。本当に、この辺のエリアでは敵知らずですね。もう無敵ですね。これは無敵キングですね。無敵キング無敵キング。さすがクリア装備言われてますね。いや、そう、これはクリア装備だな。すいませんね。俺今年中クリアできないかと思ったけど、できるかもしれないな。いや、もうだからできるんだって。あとはオート1個だけなんだって。まあこうなっちゃうとね。あ、一応ほら、まだあの木の下の、うん、そのちょっと高台じゃないけどさ。あ、もうちょい下。あ、そう、そこの。そこの、なんて、道の先っぽになんかあったりするけど、これな、うん、そう、あとそこの下にもあるか、瓦礫みたいな、これな、うん、
なんかあるな、これ一応なんかあるでしょうね。そんなんでもどっから行くねんと思ってる。それはでも道沿いに行けばいいんじゃない。今下っていけば、下っていけば、うん、で途中で右折すれば、右折すればこのルートだね。ね、あ、おきさん、はい、一個さ、はい、あ、いや、ごめん、なんでもない、え、間違えた、俺が富士坪だっただけだって。うん、うん、そうだね、はい、ごめん。あ、どこ行くの。え、もうこっからここに飛んで、ああ飛んで行こうとしたのか、うん、そっか。あ、一回出た方がいいで、あれ相手もしてないか。うわ、人がいる。そういうこと。さすがに飛ばれちゃうと困ったんで言いました。君また会えたな。譲ってもらった。お下手、素晴らしいよ。だって。おい、来たよ。まるで自分の腕のように剣も震えるだって。うん。おい。君の前で言うのもおこがましいが、うん、剣だけは自信がある。修行してきたんだね。そう。だから君が必要な時は戦いに呼び出してほしい。やったぜ。来た。すごいね、必要な時に呼び出すには、うん、チリンチリンでチリンチリンで呼び出せるの。そんなことできないね。ではない、ね、あのボスの手前に金色サインが出るってことだな。さっきサインが実はあったらしいです。はぁはぁんじゃよ。さすがにね、おきさんが脇にそれてったからザーコザーコで、後ろから回っちゃったからザーコ、あーそういうことか。そうそう、だから本当だったら手前に落ちてたんだ。すいませんね。うん、じゃあしょうがないなと。ザーコザーコこれ今ので飛ばれたら絶対もうここ来ないと思ったから言いましたけど、絶対来ないです。うん、100来ないです。これでもそういう意味ではミリセントの腕もついたし、うんうん、ミリセントのイベントは進んだんで、おう、うん、いつかどこかで一緒に戦えるかもしれない。うん、あ、踊ってんじゃんもうまあそうだね、復活してるからね。はいはい、うん、じゃ3まで行ったら、うん、あ、まあいい、そうだ、行くんだったらそうだね、うん、行って終わろう、うん、うん、馬乗ろう、うん、これはもう馬にも乗れる体です。あ、ちょっと大丈夫になってきた。え、お、時を忘れて、うん、ババア村を壊滅させるぐらい元気になっております。なんとでも戦えるんじゃ。こっちまっすぐ行って、おい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 、わわわ、イエーイ、あぶねえ、こえ、あ、もう半…うわ、死にそう。あ、でも敵が。大間さん死にそう。大間さん死にそう。大間さん殺すのやめてください。これは、うん、取ってるよね。でも、あいつが、ミリセントが、あそこにいた理由は何だったのかっていう。あの村の出身なのでは？来ちゃった。来ちゃったね。あれ、こっちからで、あ、ダメなのでは？こう行きたかったのでは？私は。そうだね。来ちゃったけど。あれ、ここのさ、なんかアイテムあんのよ。倒した、あー、さっき確かにアイテムちょっと見えたな。これここ駆け抜けただけなのか。うん、で一応あれはやったんじゃなかったっけ。あれ結局やったんだっけ、やってないんだっけ。もうやってないよ。あの塔のさ、塔のあれ謎解いて、ああ開けたっけ、開けてないんだっけ。おい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 、あー怖い、怖い。いや、まあ大丈夫ですよ。ああ、まあ経験値的なことを言うと、木の根元に行った方がいいかもしれない。戦ってんぞ。何してんの君。おいおいおいほほい、こいつこんな楽じゃないんだけどな。おい、帰ってきたんだ私は。帰ってきたぞ。左。うわ、怖。骨、ね、あそこにもいるな、もう一人いたいた、うん、怖い、めちゃめちゃ怖い、この人めちゃめちゃ怖い、喋るのが嫌なんだよ、めちゃめちゃ怖い、あ、めちゃめちゃ怖い、あー、めちゃめちゃ怖いめちゃめちゃ怖い、おきさんが珍しいね。いやいやいや、こんなになんか嫌悪感、わー、ほら、うんこ落とすし怖い、
それではこいつあれなの、あのお坊ちゃまくんだからこいつ。怖い金の排泄物だから。怖い、もう余計怖い。お坊ちゃまくんだから余計怖い、うん、ここだ。あれあれ、木の根元にいたよね。何君、これは普通にあれじゃない。うまい、すなめくじね、うん、あ、いたああ、そう、痛いにアイテムあったけど行きたくないけど行ってやる。よいしょ、出るか。あ、出た。お、黄金の尻撃だ。出た、黄金の尻撃だ。俺は黄金の尻撃を使いこなす男になれるぞ。黄金の、もうさ、今回どうしたんだろう。あ、やばいよ、死ぬ。もう出てたでしょ。出てた。煙。いや、薄暗いから、わかんない。わかった。今まさか死ぬと思ったよ今。やった、尻撃、尻撃ゲット、尻撃ゲットしました。おい、いた。じゃあやっぱうんこなんじゃんこいつらも。いや、それは別でしょ。うんこっぽいからここに入って、尻撃したら出ちゃうみたいな、やめてよそれ。ウェイウェイ、ブルブルーってするね。ブルブルー、アイテムだ。なんだ、放浪戦士の聖宝城。おお、聖宝城だ。でもここも廃墟だったら一応地下はあるとは思うけど。う、怖い。あ、そいつでかでかい、もっとしてでかい、やろうか。その前にルーンが手に入る。おい、もう気づかれてる。怖っ、ミミズ顔。怖い、これ毒、死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 、でかい。あー、村長、あー、これ初めて見たこれ。やめて、うわ、すげー気持ち悪い。やめて、すげー気持ち悪い。やめて、あー、ちょっと生きてるけど、うわ、すげー気持ち悪い、初めて見た。お前さん、すげー、とんでもねえ恐ろしさじゃい。びっくりしたわ。あ、もう一人いるな。あれ食われるとああなるんだ。わ、来てる来てるね、来てるよ、来てるね、なぎ倒しながら。うわ、初めて見た。ひんも、うん、おいおいおい、あ、消えた消えた、よかった。あ、一旦ノートに戻ったね。いっぱいあるよ。いや、アイテムは、そう、あ、アイテム光ってんね。スカラベだらけ、うん、スカラベだらけだ。これ回復して、うん、ああ、なるほどね。無理、重機で、ビンの回復した。そっちも回復、なんか嫌な音してる。ミミズが来てるんじゃん。ミミズ来てるね、気づかれてるね。なんで後ろにいるんかな、それともどこにいるんだろう。どこにいるかが分かんないから、すげえ怖い。でかいね、まあ、パックンとされなければ。あ、いた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 、あ、いた。怖っ怖っ。こ、いや、まあ、怖っ。エルデンリングの中でもトップじゃねえかな、気持ち悪さこいつは。目指すと見て、踏まれた。あ、でも、よだめ的にはあと2発で。あ、いた。おい、酔う前に、酔う前に倒して。倒した？はい、倒した。いや、エネミフェアーで。よし。あ、1枚もらった。これでもう1個レベルが100になるわ。ヒアフレの結晶しずく。おお、マダラ彩色の片しずく。はい。なんだ、しずくに関してはでもね、やっぱ今装備してるやつが、強すぎてな。セクシーに倒れてんじゃん。セクシーだねそいつ。すげえセクシーに倒れてんじゃん。君、なんでこんなセクシー。何これ、どうしたんだよ。さっき置き去り倒した人だね。倒した人、うん、ね、あの小黄金獣の周りの信者だね。すごい、木生えてた。人いる、人いる。ああ、ミミズだったもんでしょ。あ、違うか。ああ、これ信者だ。ちょっと待って、死ぬぞ。これ死ぬな。いや、ギリギリ。お、なんだ、
あぶねあ、毒出すんだ。こわ今、鉄山鉱で毒出したところ。鉄山毒。鉄山鉱で毒を出すとは、これいかに。なかなかないよね。どうしても、ゆくゆくはミミズになるのかな。あー、どうなんだろうね。あー、でも、他の将軍人のとこにもこいつらいるから、うん、ミミズに なる人とならないっていうか、信仰の場所によって違うんだね。おい、うん、じゃこれはもうここで終わりか。これはいっぱいもらったし、うん、なんかすごい喋ってんだけどね。喋ってんのはあいつです。おいたー。あ、木だ。導きの導きの木だ、うん、どこに導いてくれるんだ。怖いってなんだっけ。ここの導きってなんだっけ。もう怖いよ。ミミズ頭で頭がいっぱいだよ。あそこの小屋行ってないか。これは一応調べるとどこある。こっちじゃーっていうのがどこあるっていうか、うん、追っかけると多分ダンジョン的なあれにたどり着くんだよ。いやいやいや、ちょっと待てよ。そこいっぱいいるんだよ。ダンジョンにたどり着いたら逆にそこには祝福があるから。いや、そっち行くなよ。まあまあ、遠距離から出てしまえば大丈夫でしょう。強っ。はい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 、はい、強っ。めちゃめちゃこん中歩いてってんじゃん。うん、トラップだよ、こんなの。こんなのトラップだよ。行っちゃった行っちゃった。おい、あ、クラゲがいる。歩ってる歩ってる。サッカー、サッカー始まった。少林サッカー始まった。サンバ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 。あれ、こんなとこに男女あったっけ。俺、ちょっと覚えてねえ。スカラベなってんな。さっきの取り逃したやつかな。あ、かも。赤だったから大丈夫。あそこのクラゲ気になんな。ね、そっか、あそこの塔の入り口結局開けてないんだっけ、うん、探しててなんかもう死のこいつらいて逃げちゃったのか。いや、もう何もしてないよ。何もしてない。なんかアイテム取れるだけ取って逃げろって。ああ、そうかも。もう死が怖くて。そういっぱいいる。あそこもいっぱいいるわ。ああ、いるね。こいつこの中じゃん。こいつあいつらに誘導してんのかなみたいな。そんな感じしますね。もうでも、ダンジョンのあれだって、あーとちょっと、うん、絶対ここも、あれどういった。あ、あれだ。ダンジョンへの道しるべなのは間違いないので、また転がれば一応壊せるかな。迷子になるから、うん、追いかけとこう。ずっとキラキラ言ってるな。キラキラは言ってる。結構歩くね、この子。あのクラゲのとこ行くんじゃない？あのクラゲのとこ、うん、ほら。ああ、ほんとだ。ほら、クラゲがいるとこ結構ダンジョンあったりするから。確かにそうか。正解では。もうじゃあクラゲの方に向かっちゃえば、なんか自分で早んじゃん。さあ、自分で探せって。自分で見つかるんじゃない。慌てるんじゃない。矢田さん言われてるよ。やべえ。俺に言われたな、今のはな。でもクラゲいるもんね。すんなってことか。今そっち側だな。ここだ。ああ、ここです。あったわ。どこ。あ、鉱山。ここの鉱山。アルタ鉱道。アルタ鉱道です。そっか。もう俺鉱山マーク見たらさ、一目散に行くからさ。うん。あんな誘導されたことないんだよね。ああ。ちゃんと誘導してくれますよ。そうか、なるほどね。危ない。鉱山マークっつったら危ないとこばっか。カウンターがあるた。自己評価的には何点？何ですか？アルターがあるた？あ、うん。27点から上がることはないですね。レベル上げますか？ 100 になりますよ。すごい。記念すべき。はい。レベルアップ。うわー、100だわ。天才になろう。天才になろう。天才になろう。ドーン！おめでとうございます。レベル 100でーす。いやー、もうクリアかな。クリアだぜ。普通のレベルだったらクリアだよね。クリアでしょ。うん、もう普通のゲームでレベル100って言ったら大体クリアですよ。そうでしょ。うん、ミスリング。うわ、すごい。片身はゆでエビだったね、そういえば。
そうだったね。若年の囚人。うん。これはすごい。強くなったね。強くなったわ。これわかんない。ダンジョン1はさすがに時間的にあれなんで、うん。そうですね。ここで終わりかな。ここで終わりにしましょう。うん、いやーびっくりした。ちょっと休憩入れたらおきさんも大丈夫になったっぽいので。イエイ。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。レベル100のオキスリング誕生でございます。あざっす。はい。まあ、じゃあ来週は、うん、あまあ、この行動。行動かな？あと、まあ、通り過ぎてきたところに、うん、あのミミズ頭が集まってた廃墟があったんで、うんうん、廃墟もあった。あれ気になってますね。だから、まあ、リハビリでもしあれだったら、うん、どっちか行く？行動行ってもいいし、あはは廃墟の方行ってもいいし、うん、それぐらいの感覚ね。もうレベル的にはもう同じエリアだからさ、お気軽な感じで行動をこうサクッとクリアしておきますね。じゃあ大体2発切りゃ死ぬみたいな状態だと思うから、それ考えるとそれでいいんじゃないかな。やったぜ。レベル100だぜ。だってやったぜ。うん、クリアだ。はクリアが見えてきた。はい、はい、さあ、うん、じゃあこの続きはまた来週ということになりますので、皆さんぜひお楽しみに。おっおっ。ではおきつさんの告知コーナーです。はい、うん、この後24時半から、お、24時半から、ママ母の、お、ママ母の連れ子が元カノだった、うん、それか、ウェブラジオ、ウェブラジオ、ウェブラジオですね、うんうん、はい、ありますね、はい、茅野愛さんと2人で、おお、なるほど、珍しく喋ってます、ね、よろしければ、うん、聞いてね、はい、つれラジ、ハッシュタグつれラジでお願いします、うん、ドロドロするって言われてる、まあ見てごらんや、ああまあそうだね、ああ、うん、貴重なトークが聞けると思いますね、はい、義理の父と義理の母の、うん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 、はい、やつです。はい、あ、はい、あと不滅のあなたへも出始めました、ね、あ、ですね、はい、うん、よろしくお願いします。はい、以上、以上、江戸さんどうぞ。はい、イベントとか大丈夫ですね。大丈夫。あれ、この間のさ、朗読劇の CD でしたっけ、うん、ああ、CD の予約も受け付けてますね。確かにそうですよね。はい、うんうんうん、全公演、あ、全公演、公演、うん、そのまま撮ったやつ、おお、もうね、うん、リアルなね。何よ、何よそれ。もう噛んだのもね、間違ったのも全部入ってますね。そうかそうか、はい、噛んだの修正されてないからね。多分そのまま全部入ってると思いますので、ね、うん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 、はい、朗読劇ですからね。貴重な音源が、はい、販売されますんで。いや俺日曜日の方聞いてないから、ライブ CD、うんうんうん、はい、ちょっと聞きたいですね。お買い求め、はい、いただければと思いますね、うん、あとアリドロの再演のチケットも発売中のはずなんで、うんうん、なるほど、12月に上演がありますんで、はい、よろしければというところでございます。はい、はい、うん、以上。じゃあ江戸さんどうぞ。はい、NGC 明日でございますけど、なんと、うん、なんと、江戸さん江戸 VR 予定だったんですけど、江戸 VR というか VR なのは確定なんですけども、うん、なんとドン、助っ人をお呼びしました。こちらドン、野水族長でーす。野水よりさんが久しぶりの VR、 VR、 はい、20時開演、23時ぐらいまで。お、どんなホラー VR なんだろうか。いや、あのホラー VR を族長にやらせてもあれなんで。そっか、違うんか、はい、違うやつやります。手術か。手術ももうだいぶやり尽くした。だいぶやり尽くした、はい、また新しい何か、新しい何かをやっちゃってやります。おお、楽しみ、はい、ちょっと VR 部に手伝ってもらいつつ、うん、視聴者参加とかも含めてやります、はい、あとは運動する VR だったりとか、いろいろ盛りだくさんで、はい、そうそうそう、はい、スポーツの秋ですね。そうですね、はい、はい、お楽しみに、明日20時からでございますので、よろしくお願いいたします、はい、そして、はい、金曜日はもう月刊乱行の部屋になりました。いつの間にか月刊乱行の部屋になってますね、はいはい、もう月刊です。はい、20時開演で会員限定放送。そうでございます、はい、もう、9割乱行さんが喋る放送です。おお、はい、お楽しみに。お楽しみに。でその、うん、その後ね、終わってからウォッチパーティーで、う、水星の魔女、また水星の魔女、5話を、はい、あれ 5話だっていうか、うん、はい、見ます。もう本当面白いので、みんなで見て、みんなで見ましょう、はい、でその後なんと、その後気になること書いてあるね、会員限定放送でに戻ってきて、江戸さん一人ですけど、おエルデンリング劇場作り、本当に
もうあの崩壊したエルデンリング劇場を再建すんの。再建する。エルデンリング劇場を、はいはい、再建する。再建します。エルデンリング劇場ってちょっと下からこう何なの。下からセリがこう上がってきたりできたら本当にできない。本当にそんなのはできないと思うけど。マジでなんかギミック入れてえけどな。ちょっとわかんないっす。はい、ちょっと頑張ります。これ僕全く関与しておりませんのでどんな劇場が出来上がるのか非常にあの楽しみです。今までの劇場はおきさんが、はい、あの自分で作ってくれてたんで。自分で作ってきましたから。そうなの で, そうです、ね、ちょっと江戸さんが今回は、うん、まあ、作ってみようかなと。そしたらもうここ江戸さんが自由に参るステージができるってことですか。可能性とすごいすごい広くなってるわね。あれっつって、うん、すごい楽しみだな超楽しみじゃん。多分すっげー普通のができる気がする。いや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 、きっときっとすごいのできるよねって言われてますけど、どんちょうついちゃう。あ、どんちょう入れてなかったね今まで。あ、ライトがついちゃう。照明、照明ついちゃう。それ、うん、まあ、ライトは分かんないけど、どんちょうつけると全然違うな。あ、こけら落としがすごそう。ちょっと、ちょっとそうすると俺準備、まあまああと2日あるから大丈夫か。うん、うん、はいはい、来週の劇場が楽しみですね。やりたいと思いますのでよろしくお願いします、うん、はい、はい、以上でございます。はい、それではまたまた、明日の放送、そして来週の大木さんのエルデンリングでお会いいたしましょう。ぜひぜひエルデンリング劇場作りを皆さん見届けてください金曜日めちゃめちゃ気になるけど、まあ、小木さんを放送で見ていただいて見ますよ、はい、今日小木さんちょっと酔ってたのもあるので会員限定とか特にないです。あ、ないです。はい、分かりました。はい、じゃあまたねまたね。ドキドキするぜ。劇場のハードルが上がっていく。ドキドキするぜ。ハードルが高すぎる。内容じゃなくて劇場自体を使ってはい、はい、おやすみなさい。お疲れ様でした。雨の日だ。